おはようございますただいまから予算特別委員会第3文化会を開会いたします本日は交通局の審査を行いますはじめに審査を始める前に委員の皆さんに申し上げます本日の質疑時間については今日1日の各会派等の持ち時間をホワイトボードに記載しておりますこの範囲内で質疑を行っていただきます各委員会の1回の質疑時間は 答弁を含めておおむね30分となっておりますのでよろしくお願いいたします会派等の質疑の持ち時間が30分未満の会派等については会派等の持ち時間以内を制限時間といたしますなお質疑は付託議案から外れないようにまた常任委員会に付託されております議案に対する質疑はこの予算特別委員会ではご遠慮いただきますようお願いいたします以上ご了承願いますそれでは質疑のある方は挙手願います ここで確認のため、質疑通告者と順序を申し上げます。寺田委員、伊坂委員、吉田委員、山岸委員、森川委員、大津委員、島本委員、井上健二委員、平山委員、安井委員、井上義弘委員、赤坂委員、田中委員、山根委員、森田副主査、玉本委員、山津委員、通告漏れの方はおられませんか。 では順次発言を許します。寺田委員どうぞ。おはようございます。まずあのまあ、次年度予算に対するですねあのまあ消防部局等はですねいわゆる調整債を発行すると非常にまあ厳しいい情勢だということでまあ昨日も質疑を行われましたけども交通局もですねやはりあの非常に。えー バス、地下鉄等々、ですね、これから車両の更新もあったりして、なかなか、えー、運転手さんの問題であったり、まあ、厳しい情勢だと思うんですけども、事前の予算編成にあたって、ですね、皆さん方の中で、まあ、最も、まあ、なんと言いますかあ、この部分はですね、 非常に厳しいけれども、まあ、予算編成として、ですな、ね、んとかあ、まあ、議会に対しても、まあ、市民の皆さんに対して、えーまあ、認めていただきたいという思われるポイントを、まずお話しください山本管理者。はい、あのわれ、えー、公営、交通でもありますので、まずはその安心・安全を最優先にと。 いうことは、えー、しっかりと置いた上ではありますけれども、えー、先生ご指摘のとおりです、ねえー、バスの運転士、整備士等の不足もありまして、ですね大変、まあ,あの合、えー、いと不足という観点から言ったら、えー、経営上も大変厳しいものがあるなというふうに、まあ、感じておりますけれども、えー、令和リン度予算、お客様につきましては、です、ねえー、増を見込むものですねバスで言いますと、えー、引き続きですね赤字予算を組まざるを得ない状況にあると。これはあの えーまあ、設備の更新と車両の更新等もあるというところでございます、それから地下鉄につきましてもお客様のをしっかり見込んだものではありますけれども、やはりはその、えー、経営環境としては有利子負債がです、ね、大変多額に上る,上るというところもありますので、ここにつきましても厳しい予算ではございました。ただあの、えー、今後ともですね えー、しっかりとお客様サービスに対してお客様の増収増客につながるような取り組みをここは進めていきたいというふうに思っています、えー、以上でございます寺田委員あの来年度予算に向けてですね、えー、まあじ 乗客数の見込み等々を出しておられると思うんですけれども、まあ今実際、えー、2月の状況をちょっと資料をいただきながら、えー、見てますと、まあかなりのまあ、えー、乗客数としては減になっているということで、まあこれそのものはですね、まあむしろ、えー、決算で議論する話の中身なんで今日はもうあの触れる程度にとどみますけれども、まあそういった意味ではその柴市下ですの お客様のお、まあ、乗っていただく数といいますかそういったものを、まあ、当然、次年度予算に行って見越しているわけですけれども場合によってはです、ねまあ、それがこう変わってしまうということもまあ想定されるわけであります、まあ、そういった意味ではあ皆さん方の中でおでそ、ねあのー、らく昨年度の、まあ、今,あ失礼今年度の予算,です、ね、今年度予算の時にはこういった その新型コロナウイルスの影響というのは想定されてなかったと思うんですけれども、次年度の予算編成の中で,です、ね、まあ、そうしたあー乗客数があー場合によっては大幅減になるというふうなことも、まあ、いろんな意味で想定して、予算編成、えー、されているのかどうかをお聞きしたいと思います大塚企画総務部長。 はいあの、えー、予算編成の,あの実際の作業を行っておりましたのがあの年内でございました、11月から12月にかけてのことでございましたので、えー、その時点ではのコロナウイルス、えー、のが、まあ、このような事態になるという,ようなことについては、われわれとしても把握をしておりませんでしたので、えー、そういったことをあの見込まずに、えー、お客様の数がこれぐらいになろうだろうというような、えー、数値をあの見込んでいるというのがあの、えー、来年度向けての予算の状況でございます。寺田委員、まあ、あのー 数字見てます1月はね、あのまあ、幸いにもあの前年度比、えー、増という形なんですけれども、2月に入りまして、かなり、えーまあ、これはもうあの、インバウンドの影響もあるかもしれませんけど、まあ、いわゆる京都市内のです、ね、市民の皆さんが、まあ、移動も控え取られたのかもしれません、まあ、そういった意味では、市バスで、えー、3万3千0 0人で約、約9.8%の減。 でえー、地下鉄で2万2千人、約7.1%の減という形でありまして、おそらくう3月等でですね、えーまあ、あ収束すれば、まあ、次年度には、ね、大きな影響ないかもしれませんけど、まあ、いわゆるこうしたものの一つの教訓として、ですねやはり何かあったときには、えー、こうした大幅減になるということも、まあ、想定されるということであります。まあ、そういった意味では皆方方の方も 一定ですねそうしたリスクも、えーまあ、考えながら、えー、していく必要があるのかなと思うんですけども、で今、現に例えば職員さんや運転手さんとか、まあ、マスクされたりとか、ですねあるいはまあこういうアルコール消毒等々をされているということなんですけども、そういうのは常に皆さん方の方でストックされているのか、まあ、そうか、今回の事態があったから、まあ、購入をされたのか、そのあたりというのは分かりますかね。大塚部長 はい、あの一定の,その危機管理というふうなこともございますので、えー、マスク等々につきましても、一定数についてはあのあの各所の方であで保管をしておりましたし、それから職員側の方でも一定数持っておりました、でただ、これだけの長期間にわたるというふうなことを想定しておりませんでしたので、えー、実はこのマスクの調達等につきましては、えー、防災危機管理室等と連携いたしまして、あと町内であの持っているところであるいはいろいろなつてをたどって、できるだけの数をまあ今、 今は現在もあの集めようとしているという状況でございます田委員まあそういった意味ではね、まあ、あの今年度についてはね、まあ、そうした想定がなかなかされてなかったというのはあったかもしれませんけれども、やはりその交通局としてもね、一定、そういったことは私自身はね。 あの確保ししていいくととますか、そうしたことも考えていいく必要はあろうかと思いますし、もちろん非常時にはですね、そうした町内の連携というかそこが大事だと思いますしそうしたものをしっかりする必要があると思いますけどもまたですね、次年度に向けて、まあ、あの必ずしもね、別にそのマスクだけの話じゃないんですけども、まあ、何が起きるかどうなるかということも含めてね、皆さん方の中でそうしたあーまあ、 備えるといいますか、そうしたこともまあ次年度に向けてしていただく必要があるんじゃないかなというふうに思っています。するとまあどうおまあこれも実際やるのはまあ今年度ですけれども次年度もですね、あのー、いろんな影響が出るかもしれませんけれども、えー、例えばその提言の取扱い等についてですね、やはりこういった場合があれば、えー、払い戻しをするということなんですけど、こうした基準見たのは例えば 今今回作られたのか、もともと持ってられる基準なのか、そうなったりはどうですか。王子営業推進室担当部長、はい、あの定期券の払い戻しにつきましては、一定の基準を定めておりまして、通常でしたら、取り消しを申し出られた。 翌日から帰算して、残りの分を計算してえお支払いするということでございますが、今回につきましては、学校が休校になったというような状況でございますので、基本的には JR グループがえー一応、方針的なのを定めたやつに、各え鉄道会社の方もほぼそれに準じた貸しやっている、私どもにつきましても、それをあの同じように取り入れまして、さかのぼりということをさせていただきたいということでございます寺田委員。 まあ今の件もですね、おそらくその今年度にはなんかこう予算編成のときにはおそらく想定されてなかっただろうし、まあ、次年度予算にもそれはですね予算編成時点ではまあ起きてなかったということであまり考え っられれなかったかたもも、しれませんけどもやはり今こういう事態が起きているわけですからあの予算はもちろん我々これ今回審議させていただくわけですけど皆さんの中ではですね、この予算の中でもやはり、えー、どういった対策ができるのかということはしっかりとまあ考えていただけたらなという,ふうに思っています。 えまあそういった意味で、えー、次年度、ですね、あのー、このまま新型コロナウイルスの影響が続くのかどうか分かりませんし私はまあなんとか今年度で収束していただきたいなと。 日常活動にね戻ってしていただきたいなと思いますけどもやはりこういった時ですからあ何かがあった時にどう対応するのかということはやはりしっかりとやっていかなければいけないと思いますし次年度に向けてもですね、えー、お客様の対応はもちろんいわゆる職員さんですね、えー、ま皆さん方ももちろんそうですし、えー、現場の運転手さん等もそうなんですけども。 そういった皆さん方の健康管理であったりとかそういったことをです、ね、しっかりと次年度においても対応をお願いしたいと思いますそれからの予算の中でですね市バスの旅客流動調査およびお客様アンケートの調査の実施ということで8300万円上がっておりますこれについてはまあ えー、平成24年以来、まあ、8年ぶりということでありますけれども、まあ、あの平成24年からまあ8年間経ってますからさまざ、あ、まな情勢の変化等々はあるということなんですけれども例えばそのこういうことを、まあ、いわゆる8300万お金かけてです、ね、その中でその金額ベースで言いますとどれくらいの効果があるいわゆるその調査をした結果 こういうふうにすればよりですね、その経営上効果があるとか、そういったことっていうのはあの皆さん方の中で持っておられるんでしょうか。中山自動車部担当部長。はい、あの旅客流動調査に伴いますまあお客様のゾートなあの。 いわゆる経済効果という部分でございますけれども、まあ、正直言いまして、まあ、10年に一度、まあ、こういうあの旅客流動調査をやっておりまして、まあ、今年度、今、先生からご指摘いただきましたように、お客様の状況も大きく変わっている中で、えー、早めましてえ行うものでございます、えー、これを行いました後にですね、えー、実態の状況をしっかり把握をいたしまして、その後にどういうふうなあの路線ダイヤの設定を行うのか。 いうことはまだあのこれから策定するものでございますので、現在のところ、その効果というのを持ち合わせをしているところではございません寺田委員ただ、少なくとも俺平成24年にはされてるわけですから、過去にです、ね、そうした流度調査をして、そしてその後ですね、いろんなことをされてるわけですから、そのなんからない次年度にやることについては、まだどの程度かわからないかもしれないけど、過去の、ね、データとかはどうなんでしょうか。中山担当部長 はい、あのこれまでにつきましては、あの先生、ご存知かと思いますけれども、やはりあのバスの増車また、えー、運転手も増やしてまいりまして、お客様、順調にま伸びてきておるというところでございます、まあ、15年度以降あの、昨年度までずっとあの黒字傾向にあったということで、その分が効果に表れているものというふうに認識をしてございます。山本次長あの少し補足をさせていいいたただきたいと思います、えー、平成24年度に いいわゆる旅客の流動調査をさせてたただきましたでこの時に市バス事業については経営健全化団体からの脱却が見えてきた状況というところでございましたその中で次の戦略を立てていくということでこの旅客流動調査を踏まえて有識者等のご意見もお伺いしてその路線ダイヤの在り方ということを論議して今のダイヤにつながっております。 そのーの結果、26年度以降、ですねいわゆる増車等々ができる、して、攻めの経営というような言い方をしておりますけれども、増車をして、便利にして、それでさらにお客さんを増やしていこうと、経営健全化団体から脱却したその後の一定の方向を考えたものがこの調査であったと。 その後やはりだいぶあの旅客のお客様が非常に増えたということ、あるいはその利用環境として IC が非常にあの利用頻度として多くなってきている、こういった状況、あるいは混雑ということが見られました、その中で、ダイヤ路線の在り方ということをもう一度見直して、今後のダイヤ路線をどういうふうにしたらお客様に喜んでいただけるか、また経営につながるかと。 そういうことで今回実施しようということでございます。寺田委員まあということはその八千三百万円お金をかけてもですね、それ以上まあいわゆる経営的にもですね、えー、まあ黒字の効果がまあ現れるというまあ見通しであるというふうにまあ受け止めさせていただきました。まあそういった意味ではね、あのー、今回の調査によってまあ次の。 まあ経営といいますかそう戦略をですね、しっかりま立てられるということだと思うんですけれどもあの、まあ、これ、まあ、公営企業の難しいところは必ずしもですね、儲かる路線だけ走らせてえ儲からない路線をやめとくというわけにいかないわけですから、まあ、そういった意味ではあのいかにしてですね、そうした 市民ニーズに応えるかっていうのもま大事になってくると思います。そのバランスと言いますかね？そういったことをましっかりとこの調査でま掴んでいただけたらなと思います。で、まあ、私自身があのこれはあの提案してまして。まあ 今回の市長選挙の公約にも、まああのー、入れていただいているわけですけども、まあ、いわゆるこれは、まあ、交通局というよりも、えー、都市計画区中心に話をされるのかもしれませんけどいわゆるその京都カードといいますかねそうした IC カードを使って、まあ、交通系 IC カードと一体化したようなです、ね、カードを使って、まあ、いわゆるこういった今,、まあ、今回は8300万円のお金がかかりますけどもこういったデータ取得にですね えー、お金をかけずに常にそして、えー、データを、まあ、行政側が掴むことができるでしかも、まあ、これはまあ10年に1回ぐらいでされてますけどもそれをリアルタイムでですね情報が入ることによってより、まあ、今おっしゃったような、えー、経営にとって、まあ、黒字化とおっしゃいましたけどもそうしたプラスに働くようなです、ね、ことをまあ提案しているわけであります、まあ、そういった意味では次年度ですねそうした検討もされていくと思いますけども交通局としてですね まあそういった方にどうまあ関わっていこうと思われているのかということをお聞きしたいと思います山本次長、はい、あの議員の方からご提案あのされている、まあ、京都カードとで、私どもあの、先生も十分ご承知かと思いますけれども、えー、公営交通事業でございますので、まあ、市民だけを対象としたサービスというのが、まあ、法律的に道路運送法や鉄道事業法の関係でできないという側面がございます。 ただ、我々の思いとしても市民をま中心とした利用頻度の高い方こういった方にはサービスを、えー、していきたいと、えー、よりそこを重くするようなサービスを検討したいということそれから事態の流れとしてやはり、えー、常任委員会でも論議があったかと思いますが、えー、IC カードですね磁気、まあ、カードがいろいろコストが高くなるという側面の中で IC カードの利用頻度を高めていきたいと。と、えー これはあのデータをやはり取れるということ、この側面が1、えー、つ、我々行政として持てる、データを持てるという側面があるということと、バスなんかで言いますと、やはり利用の条項がスムーズにいけるというような側面がございます。えー、もう一つ あのバスの方のデータにつきましては今、均一運賃区間は 1, あの1回だけタッチをするというシステムですからこういったところの在り方もあの今後考えていかないとはいけないと思いますけれども、えー、そういった IC を側面、それから市民を中心とした利用頻度の高い方へのサービスということで、まあ、IC を基軸にこのーサービス展開公営交通としてできる。 えその IC、それからえもう1つ乗り継ぎという問題がございます。この乗り継ぎということを重視する、まあ、あの移動手段をまあ選択していただけるということになるか、えー、移動のまあ乗り継ぎの抵抗感をなくすという意味においては将来的にやはりこの乗り継ぎの無料ということが一つ一番まああの乗り継ぎ抵抗感を和らげるという点については大きいのかなというふうに思っております。でこの3点をま大きく えー、考えまして、えーまあ、IC を中心とした、えー、少し、あのー、代表質疑でもございましたけれども、まあ、IC カードでの、まあ、ポイント還元いわゆるまあキャッシュバックといいますか、まあ、そういった中身が、えー、費用対効果としては一番進みやすいんではないかという中で交通局として、えー、それを進めていきたいまたそれは、えー、全資的に京都カードの検討というのが片方で。えー ありますのでそういったところとしっかりとあの情報も連携しながら進めていきたいというふうに考えております寺田委員、まあ、そういったことをです、ね、進めていくと今度お、この次年度の予算に、えー、4750万円ですか、この市バスの前折り、後ろ折り方式の拡大というのがあるんですけれども、これ、1台当たりのコストというのは、いくらぐらいになるんですか、ねはい、中山担当部長。

部分でですね、車両の改え改造の部分につきましては、えー、2年度予算で、えー、1,350万、1,350万でございます。一度あたり,あたり失礼しました。一度あたり、えー、24万6千円でございます。寺田委員。 1、はいあのまあ、一台当たり24万円、まあ、約25万円ぐらいということで、えー、行われるということですけれども、まあ、今あ、台数がね、そんなに多くないんで、今のところそんなに混乱してないと思いますけれども、台数が増えてくるとです、ね、そのバス停でですねその前から乗るのか、後ろから乗るのかっていうのは、まあ、来た時に。 パッとこう分かったらいいんですけどもその辺りですね非常にやはり心配するのもありますし、まあ、今回急行バスっていうんですかねそうしたあの系統に、えー、導入されてるということで、まあ、比較的まだ急行バスと、まあ、あのそうでないバスっていうのは分かりやすいのかもしれませんけどその辺りもですね今後どうしていくのかってあると思いますでその中で先ほどの議論じゃないですけどもやっぱりそうした、まあ、あの京都カードみたいな IC カードをですね導入される暁にはやっぱりダブルタッチ ととかしてていいいけばですね前のでですすねねのルルー方式ううがきく思んそういった意味ではまあそうしたこともにらみながらね今後まあやっていただけたらなと思いますしまあ今回はねこの次年度予算ではこの前のルーシロール方式という形で進められると思いますけども今後はですねそうしたこともトータル的に やっぱりできるような形ですからそうした汎用性といいますか今の流動調査もそうですし前の後ろ方式もそうなんですけどもそうしたことをですねうまくいけるような形でコース局としても考えていただきたいと思いますし当然そうした議論がですね本庁の方でされると思いますけどもまあコース局もですねしっかりとそこには入っていただいてそして次年度ですね議論を進めていただけたらと思います。 あとはの北王子の可動式のホーム作設置なんですけれども、これはのお視覚、まあ、障害者の皆さん方といいますか、まあ、そうしたところ、まあ、上業でいえば私が顧問をさせていただいているんで、いろんなご意見聞いてるんですけれども、まあ、そうした団体とかですね、皆さん方の意見というのは、まあ、どういうふうにこう聞いてされるような見通しでしょうか。土田高速鉄道部長。はいあの 北大寺の,、えー、の,の県でございます、えー、まずですね、えー、と京都府視覚障害者協会様からはあのー、平成29年にですね北大路駅で、えー、視覚障害者の方が、まあ、あの転落された事案がございましたで、えー、とその時にはもちろん、あのー、列車接触もなく無事に、まあのー、引き上げられて、えー、お帰りいただいているんですけれども、あのー、この件を踏まえて視覚障害者協会様から、えーまあ、陳情が上がっております。 で、えー、とその後もですね、えー、私どもその視覚障害者協会様と連携して、えー、各駅で、えー、一般のお客様に、えーまあ、こう声がけの、えー、をお願いするというような運動をしているんですがその度にやっぱり北大路駅につけていただきたいという声は十字をお聞きしているところでございます。寺田委員まあやはりその 団体ととですすね意見交換をしししっかりしていいいたただきたいと思いますしもちろんこの稼働式法務作に対してだけっていう意味じゃないんですけどね、まあ、特にこういった新しいことをするときはねやはりそのできてからねもうちょっとこうしてほしかったああしてほしかったっていうのはね できないわけですから、やはり一って、の駅もあるわけですし、えー、他の駅の状況とか、お聞きしながら、ですね、えー、もう少しこうできないのかとか、いうことがあるんであればね、もちろんそれは言われて、できるとできないことあるかもしれませんけども、十分、その辺の意見を聞いていただくような機会は設けていただきたいと思いますしまた、あのー、訪問策以外もですね、いろんなあ駅の使い方とか、 えー、皆さん方のご意見あろうかと思います。そういった意味では、やはり定期的にですね、えー、そうした団体の皆さん方との意見交換の場とか、そういったものもまあ指定しておく必要があるんじゃないかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。土田部長、はい。あの資格障害者協会様は特にあのこの三駅に。 可動式ホーム作をまあ今設置しておるんですけれども、その際にもあの現地でえまあ説明会みたいなことをやったりとか、事前にご意見をいただいたりとかもしておりますし、えっと、ホームの端っこにえ今、烏マ線で可動式ホーム作とついてない駅に赤い CB ラインというのをまあつけたときにも、この赤いラインの色がえまあ弱視の方です、ね、に見えやすい色かどうかということも確認してもらったりとかいう形で、いろんな意味であの連携を取りながらあのやらせていただいているところであります。 進行いたします。伊坂委員、あと今もありましたけども、あの新型コロナウイルスの感染対策について絞って聞きたいと思います。まあそもそもあの千葉市地下鉄は地方公営企業法にのっとって運営してますよね。で第三条は次のように書いてます。の経営の基本原則として 地方公営企業は常に企業の経済性を発揮するとともにその本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならないとこれ皆さん、まあ、社会に説法かもしれないけどあのよく分かってらっしゃると思うんですその視点で今全国的に猛威を振るっているこのコロナ対策ですけど本来の目的である公共の福祉の増進とこういう観点で見た場合に この立場で見た場合に、このコロナウイルス対策における交通局としてのまず認識をお聞きしたいと思います。はい、大塚企画総務部長はい、えー 我々交通局といたしましては、市バス地下鉄ともに市民の大事な足でございます、ですので、えー、この大事な足を、えー、しっかりと守っていく、運行をきっちりと守っていくということが、まず第一の命題であるというふうに考えております。 えー、これが大切なことであろうというふうふに思いますしでまた、えー、バス、地下鉄という、まあ、こある種公共の空間でございますので市民の方々がそこに、えー、常にあのいらっしゃる乗っていただけるという,ふうな状況でございますので、えー、その市民の方々に対して、えー、しっかりと情報をお伝えしていくという場面でもあるというふうに考えております。佐川委員員今乗務員にははマスクを着用するで、まあ、これは あの事前に聞き取りした段階でもさっきの寺田委員の答弁でもそうですけど局の方からそれは支給して着用させているということですよねでそれについては市バスも地下鉄も車両の中にでそういう旨のメッセージを出して理解を求めているということですよねでその上で、ね、お聞きしたいんですけどそれ以外に具体的にこの ウイルスの感染対策として、何をどのようにやってありますか。はい、土田高速鉄道部長、はいあの。私どもの職員に対しましては、あのまあ、もちろんマスクの徹底というのはあるんですけれども、あの一番効果があるのがおそらく手洗いというふうに言われておりますので、えー、手洗いの徹底、それからうがいの励行というようなことを、えー、まあ指示をしているところでございます。 それから点呼のときにです、ねえーまあ、体調を見るんですけれどもそのときに、えー、咳の症状とか発熱がないかということはあの毎回点呼のところで、えー、確認をさせていただいているところでございます平賀自動車部長。 はいあの市バスの取り組みでございますけれども、あの以前あの、大塚な,るなりがあのご答弁申し上げているまあマスクの着用、これは常備にも徹底をしておりますし、あの事務所のものにも徹底をしておるということです、であの寺の励行とかも高速鉄道部と同様の状況でございます。であの 店舗、えー、におきましてはの健康管理、あのしっかり行っているということも同様でございますけれども、あのーまあ、その他、えー、例えばあの北大路バスターミナルですと、まあ、案内所というのがございます、あのこちらにあのアルコール消毒液、えー、ちょっと設置をいたしまして、えー、ご利用のお客様が、えー、そういった場面でご利用いただけるような環境作り、えー、ということに取り組んでおる、えー、こういった取り組みを現在進めております坂委員。今出ました 消毒液の設置ですけど地下鉄もそうだし市バスもそうだし全部を分母にした場合にどれくらい消毒液設置してますか土田、どっちししましょう。はい、平川部長。はい、あのー えーまあ、あの国の方からはバスで行きますとバスターミナルなどと,ということで、えー、そういった、えー、要請もございますので、えー、例えばあの京都駅前の市バス地下鉄案内所ですとか北大路の市バス地下鉄案内所、まあ、あるいは地下鉄駅でもご利用の多い、えー、京都市場烏丸大池駅の改札付近です、ねえー、に設置をしております。まあ、このほか、えー の京都駅にございます、琴地下の市ス地下鉄案内所、あるいは市場駅の定期発売所、えー、現在、9か所にアルコール消毒液を設置しております以上でよろしいですか。はい、以上であ平賀部長どうぞ すいませんあのただいま申し上げましたようにバスターミナルで2箇所で地下鉄駅で3箇所、えー、その他の案内所提携発売所で2箇所、えー、交通局としてすべ、えー、て9箇所に設置をしているという状況でございま伊佐川委員まあ今もありましたように市バス地下鉄で案内所で、まあ、9箇所ということですねでこれを覚えておきます で乗客の皆さんに対する対策もそう、乗務員、乗客、じゃあね、市民的にはどういうふうな情報発信をホームページなどでやってますか。か部長はい、えー、と今あの、やっております、われわれの取り組み。 えー、特に乗車時においての取り組み等につきまして、えー、と交通局の、えー、ホームページの方でも、えー、文書の方を掲載しておりますのと、それから、えー、2月13日からですけれども、交通局ニュースという形で、えー、全市バスの車両内、それから、えー、地下鉄の駅、それから市バス地下鉄の案内所、えー、の方に、 おおお客様に対してて知らせををすするとというふうふなことを行っておりますでその内容といたしましては新型コロナウイルスに関連した感染症については一般的なそのきエチケットでありますとか手洗いうがいなどが非常に効果的であるという,ふうなことを言われておりますのでそういった、まあ、あの普及啓発的な部分それから交通局の方で 実施しておりますマスクの着用でありますとか、あるいはあと職員に対しても手洗い、うがい等々を徹底しているというふうな内容についてお知らせをして、まあ、あの安心できるだけ安心していただきたいというふうな趣旨の内容、でそして、えー、専用電話相談窓口、あの京都市であの設置しております新型コロナウイルス感染症専用電話相談窓口でございますが、その,あの案内についてもお知らせをするというような形を取っております。 今、あの指摘もあったんですけど、なぜこれ聞いてるのかっていうと、今やる手立てが、次年度の予算にもう絶対反映されなければならないという角度で、でその裏打ちのために聞いてるんですけど、そのホームページの中での、ね、情報ね、見たんですよ、今も開けてるんですけど、あの先ほど紹介のあった、あの定期の,あの返済ね。 でその記述はあるんだけども今、紹介されたようなことは残念ながら、ね、このホームページの中に載っていないパッと見ただけではで確かにそのあのバスの車両等では、ね、あの書かれているという点はあの私も先日載ったので、えー、認知はしているんですけどそこで、ね、その他の政令市のホームページもあのずっと 見てみました札幌、横浜、川崎、名古屋、大阪、広島、北九、福岡、こんだけ、ね、見たんですよ。でまあ、共通して感染症予防対策ということで乗務員にマスクを着用させているのでご理解をということとか、その席エチケットについて守りましょうというのが、ね、全部出されているのが特徴です。そのの上で今やってているる対策を紹介しているのが 具体的に札幌市と大阪市で、それを紹介したいと思うんですで、札幌市は東京よりも感染者が多いですよね、でその札幌市の、ね、対策ですけど、地下鉄と路面電車の、ね、全車両を、ね、消毒していると、手すりや釣り手、保護棒、これをエタノール系薬剤で拭き取っている。 まあ頻度は5日から6日に1回ということでありました、そして合わせて地下鉄と路面電車の全車両の、ね、窓、地下鉄は窓を、ね、全車両の車両ごとに3センチずつ開けて換気をしているとでバスあじゃあ、路面電車については信号待ちの時にドアを開けて換気をしているということがありました。 でしたがって温度が低下するのでそれに配慮をして暖房の温度を設定している高めにねということでしたで感染者が現時点で6名という大阪市です大阪市の大阪メトログループ地下鉄のグループですよねそこでは全駅の改札口237箇所 早物センター案内カウンター定期券の発売所バスターミナル待合室地下街にアルコール消毒液を設置しているいいですか全駅の改札口に大阪市は設置をしているそして消毒作業ですけど地下鉄の全駅133駅で車内1364両 入港車両すべてをやっていると他忘れ物センター以下等々さっき紹介した通りですけどでバスも全車内を毎日消毒をしているということであります、まあ、聞いたら京都市の場合には地下鉄もバスも車両構内含めてまだ消毒はしていないということでしたですけどこれからの緊急対策を考えた時にそれでいいのかと今 消毒と換気にくって札幌と大阪の紹介をしましたけどこれについてはどのように思いますか、はい、土田部長。はいまああの今ご紹介のあったあの札幌大阪の取り組みということでございますあのまああの私どもとしましては、えー 実はこれ平成26年にですねあの新型インフルエンザがまあ流行ったときに一応、国の方からあの研究がされていてその報告がなされていまして1、まあ、つは車内とか駅構内というのを、えー、消毒するということに関する。その、えー 防えー、予防効果っていうのがなかなか不明であるというような研究効果も出されているところでございます。で、その中でこの広い駅構内とか地下鉄駅舎内を全て消毒しようとするとかなりの,、ま、あの,その消毒液でありますとか、えー、労力というのもかかってくるという中で実は消毒液自体も今、えー、アルコール系のやつっていうのはうちも手配をかけてるんですけれども全く手に入らない状況でございます。で、えー、今その中でお客様に。えー まあ使っていただけるということで、主要液に今、アルコールの,まああのスプレーというものを置いてえまああの置いているんですけれども、それについても、いつ枯渇するかちょっとわからないような状況にあるところでございます、その中で現状、ちょっと消毒というのはなかなか現実的には難しいのかなというふうに思っております。 接触した箇所等について、例えば医療衛生センターからここを具体的に消毒しなさいとかというような指示があった場合には、その指示に従って消毒をかけているそういうことはましっかりやって参りたいかなというふうに思っております。まあ、あの今後もその物が入らないという状況も含めて、えー、他局の状況もま注視しながらあのどのようなことができるか検討して参りたいと思っております。あそれと一つだけちょっと訂正をさせていただきたいんですが、先ほど平川の方から合計9箇所でという。えー 答弁がありましたけど、九カ所は九カ所なんですが、そのうちの三カ所は、えー、京都駅の改札口、有人改札がまあ三カ所あるんですが、その三カ所を含んでの九カ所であるということで、あのそう答弁ちょっと補足をさせていただきます。以上です。佐川委員。ましたがってですね、そのこのコロナウイルスの感染の状況が一刻も早く終結をするということが 望まれてているるし私らもそういう,ふうに願ってるわけです、ね、だけども急速に拡大するかもしれないということで安倍首相は全,部のあ全国の公立の小中高校特別支援学校に一斉休校春休み過ぎまでということの指示をされたわけですよねだからどういう事態になるのか分からないしかも新型のウイルス感染ですから今までのやってきた対策でそのまま いけけるかかかどう,かというのも分からないわけですよねだから、まあ、今回補正10億円打ちましたで新年度予算で、ね、打っているやつについてもさらに補強していくということが、ね、必要だという,ふうに思うんですよこれからこの2月の予算司会の中でそういう議論を、ね、大いに、ね、やっていかなければならないというふうに思ってるんですでその上で緊急の手立てとして次年度の予算も念頭に置きながら以下ね 4つの点を、ね、提案したいんですけど1つは報告でもありましたあ、答弁でもありました職員や乗務員の体調チェック、ね、でこれを万全に行うことで2点目に、ね、花粉症対策、アレルギー対策というのはあるんですけどもそれを考慮した上で混雑時における市バス地下鉄車両の 窓を一部開けるとか含めた換気対策、これ専門家会議でも換気が大事だとこうううに言ってますよねで。3つ目、地下鉄や市、ね、バスにおける消毒液の設置、いっぺんに、ね、全駅というには、ね、必ずしも言いません、さっきの在庫もないし労力も言われました。だから、ね、そのの設置を増やすこと。で4点目に、ね、地下鉄、手バスの 全車両の消毒の頻度を上げていく、定期的にやることも必要ではないかと、これやろうと思ったら労力、体力、マンパワーがいるわけですから、体制の補強を含めて、ぜひ検討をお願いしたいと思うんですけどいかがですか。はい、大塚部長 はい、今、4点いただきました、職員の体調チェックにつきましては、これまで先ほどご説明させていただきましたけれども、しっかりやっております、日々の職員の個別の状況、それぞれの所属の方でしっかり行っておりますので、引き続き行っていきたいというふうに思っております。それから えっと換気等の対策ででございますが、えー、これについても、えー、効果等等しっかり検証して、えー、いきたいというふうに思います。それからあと消毒に関しましては、あの先ほど土方申しましたように、あの消毒液自体がなかなか今入手が難しい状況にあるというふうなこと、それからえっ、ー、と今のままでいきますと、えー、相場なくなりそうやという状況の中でまだ先は見えないというような状況でございますので、えー、少しあの慎重に、えー、様子を。 あの伺っていく必要があるかなというふうに思いますし、消毒液についてはあのできる限り入手できるようにということで、これも手を尽くしていきたいというふうに考えております伊佐委員、まあ。そういうことで、しっかりとあの対策を打っていただいてで、またしかるべきところで報告をしていただきたいと思います、以上です。進行いたします吉田委員<上>どうぞ おはようございます質疑に入る前に、ですね一点、あの今回の新型コロナウイルス感染防止対策で、えー、全国的に公共、民間問わず、さまざまな取り組みがさ,されている、そういうまあ大変な状況でありまして、ここ1、2週間で収束できるかどうか、拡大しないために何をするべきかということを、すねべ、えー、ての人たちが知恵を結集して、力を合わせてやっていく、そういう 時でありますその時にあたって、交通局の皆さん方、乗務員さん、駅員さんがですね、多くの方々がたくさん来られる公共の場である、公共交通機関のお仕事に従事をされておられて、そしてお客様の安全のために心を砕かれておられると、ご自身も感染の危険がある中にもかかわらず、公共のため、お客様のためにご尽力いただいていると。 そういいいいいこととにに敬意を表させせててたたただだきき思まますす質問入ら令和2年度にもですね、えー、お客様サービスの向上ということを非常に重視して、えー、重点項目として挙げられておられます、えー、的確で迅速なお客様サービスこれがもう最も私は、えー、大事であると思いますのでぜひ今後もですね窓口等々での 親切な対応、分かりやすい説明、またホームページ等々を含めた丁寧で迅速な広報校長そしてまたいざという時の各機関との綿密な連携ですね。これがしっかり、えー、口先で終わらずにね、していかな,いかなければならないとこのように思います。こういうお客様サービスを特にこの令和2年度この、えー、元年度から2年度にこの変わるこのタイミングの時に今申し上げたような本当に。 あとの歴史にも残るような大変な事件といいますか、防衛費問題が起こっておりますので、この点に関してのお考え、的確で迅速なお客様サービスについてのご決意、また予算において、しっかりと進めていこうとされている点の表明をお願いしたいと思います。 山本次長はい、えー、平成は、まあ、令和2年度予算ということでございますが私どもやはり、えー、お客様に乗っていただいて、えー、成り立つ事業でございますで、えーまあ、今、まあ、コロナウイルスということで、まあ、このお客様のお、まあ、非常にちょっと若干少なくなっているという実情はございますけれども、えー、私どもとしては お客様にやはりサービスをして、えー、便利にしてそれでお客様に乗っていただきたいというのが何よりでございますでそれの根底にあるのはやはり安全安心であります、えー、まあ安全が交通機関として交通事業者の使命でございますのでこれをまず再重点をするということそれが一番のまあサービスではないかなというふうにも思っております その上で、私ども、お客様に喜んでいただけるような取り組みということ、あるいはお客様は今、困っておられる、私どもと言いますと、例えば混雑ということが、これまでの大きい課題でございます。これについて、できること、時間がかかることといろいろございますけれども、やれることは何でもやっていくと、そういう姿勢で臨んでいきたいというふうに思っております。いずれにしましまても あのお客様を第一に考えるというこの精神で今後とも事業は継続させて、えー、していきたいと思ってございます吉田委員、まあ私、最初にあの言いました3つの点ですね、そのうちの1つ目が窓口の親切な、丁寧な対応であります。まあ、今回ですねあの、先ほどの質疑でもありました新型コロナウイルス感染防止のために定期券の払い戻しを、まあ、あの昨日発表されまして。 きょうあ,あの今日,明日ぐらいから定期券の発売所で、えー、対応がされると思うんですよね。今、事務所からご答弁のありました、そういう安,全安心安全、また、えー、お客様のごあいに立ったサービスの向上という点を、ね、されるのであればです、ねそれをこの、それを令和2年度からしっかり進められるあれば、まあ、この今の定期券発売所における説明も、ね、しっかり丁寧にやっていただきたいなと。 このように思います、えーまあ、例えば、ですねあの私らのもとにも問い合わせがあるし、私自身も子供が通学しているその保護者の一人でありますので、心配なのは、ですねこの今、定期券を払い戻しに行こうと思うその日に、定期券を作ってその発売所に行ったとで、その時に翌日以降の払い戻しをされるけれども、そしたらその定期発売所に行って払い戻しされたときに、返り値はどうなのかとかね。 いう点があったりしますわねこういう点に関しての、えー、もし問い合わせがあったときにどういう対応をされるのか窓口でもどのような丁寧な説明されるのか帰宅時はもう自分で自己負担で帰りその部分は切符を贈ってくださいってなるのかあるいは今現在の払い戻し前の,あの定期を突っても構わないのかこういう点はちょっと混乱が予想されますし今私も頭の中で、えー、ど現実はど,どっちなのかなという点が。あの はっきり分からない状況ですので、この場で関係者の方、責任者の方からのご答弁をお聞きしたいと思います、はい、王子営業推進室担当部長すみませんあの、定期券の払い戻しにつきまして、えー、今回はさのぼりということをさせていただきます、であの最終投稿日からということでやらせていただきますので。 投稿日が終了しておりますので、帰りにつきましては申し訳ございませんが、ご負担いただきたいというふうに思います吉田委員。まあ手数料も220円がかかると、その上でまあ発売所に行った往復もね、負担があるという点に関しても、ちょっと今後のこう,こういうケースがまた今後起こるときに、検討の余地があるのではないかということを指摘をさせていただきます。だからももうう一つはいいざととのの各機関との連携も あのお客様の安心安全不安を払拭するね。問題に対しても重要であります。ということは、今回のこの定期券払い戻しもね。もう京都市教育委員会と連携しても今日中のうちにですよ。学校現場で徹底されている必要があると思います。この点はもう教育委員会とのやり取りは現時点でされているんでしょうか？いかがですか？王子担当部長 教,教育委員会との間につきましては、われわれがこのようなあの払い戻し取り組みということをすでにあの調整しながら進めておりまして、今のところ、休校になるまでの間に、いろんな案件を含めた中での事務連絡の中に、教育委員会の方で、学校の方で、この取り扱いで流していただけるというふうに聞いております吉田委員。まあやり取りを、まあ、あの担当者者実務者レベルでででされれていると思うんですけれどもそこで 行き違いとか、そこがあって、現場が混乱しないようにね、ぜひしていただきたいと思います、でまあ、もう一つはそのホームページ等々での丁寧で迅速な広報・公聴という点を、まあ、指摘をさせていただきましたで、今回の新型コロナウイルス対策において、定期券払い戻しの告知をされていてです、ね、先ほども質疑でご答弁がありました、ただね、ちょっと苦言を言わせていただきますと、わ、えー、かりにくい、見えにくい場所にあるんですよ。 ね、ここの,この告知が、ね、一番上が緊急事態の,の枠がありまして、そこは、まあ、保健福祉局のページに移るようにされています。一番大事なことで、それはあのケチをつけるつもりは全くございません。ただね、その次に、本来であれば、新着情報があらなあかんのに、新着情報はその,その下にあって、画面で言えばスクロールしないと出てこないところに、今回の定期券の払い戻しの、あの ページペあの記事が、ね、の載ってるんですよ一番ニーズが今現時点で高いし心配やし、えー、おあの一般の閲覧者の方や保護者の方学生さん本人が京都市交通局のホームページで調べたいなと思っている時にワンあの画面をひ引ひっ張った時にその画面上には出てこずスクロールしないと出てこない場所にしか今表示されていないわけであります。これはな、ねまあ、なぜなんかというふうふに、まあ 追及してもしゃあないので、親切な発想でやっていただかないと伝わりにくいということをあの申し上げたいわけなんですね。今、交通局の現場の皆さんも、またあの、えー、自分方の職員さんもね、もう本当に時間をもう足りない中、一生懸命されていると思うんですよ、そ,のそれをいろいろ市民からの問い合わせや、いろんな方からの,あの調整等々でもね、もうご尽力されてると思います。 でその一つとして、丁寧で親切な広報、校長もあ,のあ,ありますけど、それがなかなか今、現時点で今回の払い戻しの告知が、その一生懸命頑張ってる、ね、あの思いが伝わってないんだったら、残念なことじゃないですか。この点ね、私はあの、その新着情報が下の方にあって、画面を呼び出したときにすぐに出てこない、ね、小さなスマホやら、あるいはそのノートパソコンでは,で,はですね。 その一番知りたい情報とかが、新着情報が下の方にあると、新着情報やったら本当上の方に中で上がるんじゃないですか、それういうのに交通局からのお知らせのが上にあって、新着情報、最新情報がスクロールしないで出ていかないというのは、えー、その重い、親切な、あのー、態度が、配慮が実際にはちょっと不足しているというふうに、ね、言われても仕方がないと思いますので、この点の改善も含めて、ですね、えー、丁寧で迅速で、かつ親切な広報・広聴を、 しっかり心がけていただきたいので、その点、ホームページの画面レイアウトも含めたね、ありがたみもご検討いただく必要があると思いますが、いかがでしょうか、はい、大塚部長。今、ご指摘いただきましたのは、あのえー、と交通局の,あの、えー、ホームページの一番最初の画面のところであるかというふうに思います。あの議員おっしゃいますように われわれ、丁寧で迅速で、そしてあの親切にあのしっかり広報していくというふうなことをお旨としております、あのえーホームページのレイアウト、入り口のところがやっぱり一番大事なところというのはおっしゃるとおりだというふうに思います、ちょっといろいろな工夫をする余地はあ,のあるかなというふうに思いますので、今、ご,ご指摘いただいたこともあのしっかりと受け止めて、見直しもしっかりとやっていきたいというふうに思います。吉田委員まあ丁寧真摯な、ね、ご,ご答弁いただい,たんでいいいたたただののでですけどね、まあ、苦言言をうとしたらこのそのその 定期券の払い戻しの情報の発信もね、1日遅いんちゃいますかということも申し上げたと思います、28日に国が安倍総理の記者会見したときに、すぐに JR 西日本等々ではね、憲判も含めた民間もあの、すぐに発表してあります。ところが京都市交通局は、えー、週明けの段階でまだ教育委員会にも 昨日の夕方にもね、教育委員会の実務の人にも、ね、伝わっていなかったということがありますし、ホームページも、やっとそのぐらいの同じ時間にいい公表されました、ちょっとね、えー、時間のかかり方があ迅速ではないのではないのかなという点を、あの市民の方々もあの思われると残念なので、その点、今後の教訓としていただきたいと思います。で先ほどの質疑等々でもありましたお客サービス安安安全面安心安全面心 不安を払拭するという考え方の、ね、もう一つのお願いはです、ね、やはりその、えー、消毒問題なんですけれども、やはりあの出所されるスプレー式の消毒に関しては、ね、調達されるということは大事なんですけれども、ふ、まあ、普段からこ、えー、備蓄されていくということも、ね、今後の、えー、ビジョンとして必要だと思います。そのの上で定期的な車車両両地下鉄車両等々の、ね 清掃に関してもね、特に釣り革等々はあの不安が大きい、注目度が高いわけであります。これに関しての今後の消毒するかどうかのことも含めたそう清掃の在り方というのを、ね、検討していく必要があるわけです。あの今、毎日のようにこの新型コロナ問題がテレビニュース等々、情報番組等々にも専門家がいろんなことをおっしゃってましてね、その情報の中身もね、まああの 必要な情報もあれば、あのデマに近い情報もあるとかいろいろ批判等々があるわけであります。ただ信憑性の高い情報としては、釣りカーを触ったことはやっぱり感染のリスクが高くなるので、駅、えー、に帰ったらあるいは駅から出るときとか等々にも、ね、やっぱり消毒するべきであるというふうなご意見があるし、それは一般的な常識にもなっているし、私らも自分としてもあ、こう本当やなと思うわけであります。釣りカーとか手,手すりですね。 バスに乗ったときも手すり、また特に地下鉄等々では、り革は太くて多数の方がすででも持ってられる、そこに感染者の方がそれを持てたら、もしかしたらうつるかもしれない、濃厚感染の可能性も高いという不安があるわけなので、その点に対する Q&A の取り組みの方向性の広報もしていただくというのも大事だと思いますし、同時にです、ね、今後の清掃のあり方でも考えていく必要があるんじゃないですか。 この点に関してはどのようなご見解でしょうか。はい、土田高速鉄道部長。はい、あの地下鉄の、えー、まあ所属ですけれども、まあ先ほどちょっとお答えさせていただきましたように。えー まあ、溶剤も手に入らないということも含めて、なかなかちょっと今、難しいところはございます、ただあの、市民の方々がそういう不安を持っておられるというのは、も私もまあ普通に、えー、通勤で使っておりますので、えー、よく分かるところではありますので、まあ、ちょっとどのようなことができるか、今ここでお答えは持ち合わせておりませんけれども、あの今後と検討してまいりたいというふうに思います吉田委員、えー、私、学生時代、大阪に住んでて、大阪交通局の地下鉄の掃除のアルバイトやってましてね、でなあの長居とか、あの関目とか、いろんなその車庫でね、 渡り歩いて掃除やってました、ね、であの昔はクーラー言うてもプロペラ式なのでそのプロペラをパカッと開けてあの拭き掃除をしててで夕方はも花の花が真っ黒けになるというね、えー、そういうようなアルバイトをしていましたで、まあ、今も京都市交通局の地下鉄車両の、ね、清掃もね、まあえー、ど学生アルバイトかどうか分かりませんけど一生懸命そう掃除をされていると思います、えー、昔の私が若い頃の30年以上前の時と違って今はもっとあの上質で あの安全で品質の高い、ね、あの冷暖房が完備されていますので、まあ、掃除もです、ねまあ、同じとは思いません、ただ、言えることは、あの釣り川等々は30年、40年前とも一緒、戦前とも変わらないものでありますので、この釣り革というのはね、ぜひあの重視していただくことは大事でありますし、いろいろ検討した結果、あの今後の方向性としてこうしますというのを、ね、やはり、えー、早めに。えー お伝えしていただいて、消毒したんんまま意味がないという結果が出ていますとか。いうことであれば、それはそれで発表していただくのも大事だと思いますので、よろしくお願いします。で、次に、あの、観光混雑問題に対する対策であります。まあ、あの、観光公害とかオーバーツリーリズムという言葉が、まあ、あの、一人歩きしたりとかして。京都は、その中でも、特に、あの、ひどいとか、いうような、まあ、えー。マスコミ等々の報道もあって。 交通局の皆さんは大変苦れれたかと思いますけれども私はもう3年も4年も前からこの問題をしっかり取り組んでおられるということは重々認識していますので、えー、観光郊外とまでは言い過ぎではないのかなというような認識に立ちまして本日の,この質疑においては観光混雑対策という表現をさせていただきたいと思っているんですけれどもね今、まあえー、残念なことにこの新型コロナ問題で インバウドの方々が激減をしている状況であります特に、まあえー、中国人観光客の方が最も多かったのが、まあ、そういう感染源でもあったということもありましたので、えー、来られていないということですので、まあ、そ,のそういう点の対策等々、まあ、これが大事なんですけれども、まあ、今言えることはこの混雑対策の取り組みはです、ね、あんまり今お客さんが来られていないこの時だからこそしっかりやっといた方がいいんじゃないですかという。 考え方に立っております今のうちにしっかりと進めていくことがやっていただきたいわけなんですよね、前のり後ろの方式の是非の検証と、今後の拡大に対する検討を、この今のこのタイミングの時とかにです、ね、市民の負傷の方がたくさん乗られている時にはどうなのかとか、本数とのバランスはどうなのかとか、ルートはどういうことをしていくのがいいのかというのをね、もう一遍しっかりとこの今のタイミングだからこそ、やっておく必要がある,あると思います。 そういう意味では、この令和2年度の予算で、混雑対策の推進ということも、重要なポイントとして、提起されているわけでありますので、これは大変市民の注目度も高いと思っております。で、まずお聞きしたいのは、この令和2年度のこの混雑対策の目玉、特に重視していくポイントは何なのかをご答弁をお願いしたいと思います。 中山自動車部部担当部長、はい、あの令和2年度の混雑対策で特注視をしていることということでございますけれども、あのまず1つは、ですね今ご紹介いただきましたように、これまで進めてまいりました前乗り、後乗りにつきまして、この春からもですね、えー、観光に便利な急行系であります、102号系統導入させていただきます。そのうち令和2年度におきましては 同じく100番台の系統を拡大をしていきたいというふうに考えてございますまた、合わせましてですね、あの約全体の系統の7割を占めます、近隣区間の導入に向けてですね、バス停の改良でありますとか、そういう部分がどの程度必要なのか、調査を進めまして、方向性を決めていきたいというふうに考えてございます。 また、前乗りにあたりましては、どうしてもご乗車いただくときに時間がかかるということもございますので、それをできるだけ促進するために、ですね京都駅のバス乗り場においては、移動式の運賃箱を準備をいたしまして、事前にカードの印字でありますとか、IC チャージをしていただくという,ようなことも取り組んでいきたいというふうに考えてございます。引き続き続ですねあの 観光に便利なまあ救護系統の分かりやすさ向上、それからまたあのこれまで取り組んでおります停留所の分析等々にも引き続き取り組みまして令和2年度混雑対策という形で進めていきたいというふうに考えてございます吉田委員、今ご答弁にありました移動式の運賃箱 IC チャージ機を配備されるということですこれはえ職員さんといいますかねそのスタッフの方があのそのお客さんが待っておられる停留所のところに持ち込んで 乗車する前にチャージなり支払うということを職員さんがその機器を持ってお客様にからご説明して支払っていただくと、乗るときは非常にスムーズになるというふうに受け止めてよろしいでしょうか。中山担当部長 ただ、はいま先生ご紹介いただきました通りでございまして、まあ、これまであの京都駅等でご案内をしている職員がです、ね、この運賃箱のところに、まあ、横に立ちまして、まあ、事前にカードの印字またあの えー、IC カードでどうしてもあのチャージ不足の方がです、ね、ご乗車いただに止まってしまうということもございますので、えー、そういう形のおおおチャージ事前のチャージいうことをさせていただくということでございますであの実際の運賃、まあうん、のお支払いにつきましてはそれぞれバスの中でやっていただくということでございますけれどもあの事前にそういうことをさせていただくまたあの、ご用意を実際に運賃をご用意いただくというふうなことを促すことによって乗車時のスムーズうーさを確保していきたいというふうに考えてございます。 私はね、この提案、スムーズなあの乗車が実現できるんじゃないかということであの、大変期待もしてるわけなんですけどね、その期待の中に一つにはその、1万円の両替問題というのもね、これで一つその希望が持てるような気がするわけなんですよ。私はもう十何年も前からこの、えー、新人時代から交通委員会、交通局に対するその常任委員会でね。 え降りるときに1万円しかないので、そのまますっと降りてお手にかかる方、他の乗客いませんか、いや、あれんかったらシャーラですねというのがあったと、それがえ混雑時には非常に大変なことにもなるし、不正をする人も中には出る,出るんじゃないかとかね、いうこともいろいろあると、私以前、た松る方に自分の回数券1枚あげたことありますま。回数 もらえませんでしたけど、ね、当然ですけど、まあ、そういう親切な人に助けられるケースもあるけど、その時間帯もロスがあるわけですよね、だから、1万円問題というのはね、以前から何度も10年も以上前から指摘してた議事録が残っております、ぜひですね、このマイノ方式等々で乗車前に職員さんが乗客の方に対応されるということであればね、このでもやっていかれることが可能やと思いますし。 まあ現実に現場ではやったのかもしれませんけどぜ,ぜひその点の1万円両替におけるロスやら不正やら、えー、それに伴うさまざまな問題の解決も、ね、この際やっていかはることが必要ではないかと思いますけどもいかがですか。中山担当部長 1>, はい、あの1万円の事前両替の件でございますけれども、あの今回、前乗りをするにあたりまして、やはりあのお客様の方うに事前に運賃をご用意いただくというご案内をすることによりまして、その部分、もしあのお持ちでない方については、あのどこかで両替していただくということも可能になるかというふうに思います、あの現在、ですねあの例えば運賃箱の中に高額紙幣を両替するような機能はちょっと備え付けておりません、ただ、今後、ですね運賃箱の更新等におきましては、そういう機能も必要かというふうにも考えてございますので、 更新時期には検討していきたいという,ふうに考えてまいります吉田委員あのおっしゃるれたりと思います、今でも IC チャージの,、ね、あの自販機はもう1万円、5000円が普通にどの交通会鉄道会社でもやあの完備されています、京都市も含めてね。ですから、そういう点もよろしくお願いしたいと思います、それも混雑対策においての、ね、大事なポイントではないのかなと思います。あとまああの 分散していくあるいは分離していくという考え方つまり停留場もですね観光路線と生活路線とかですね停留場等でも分離をしていくということがどうなのかという考え方もあります、えー、観光客がたくさん乗られるあのあバスはですねその路線は急行、えーまあ、であったりとかあるいは特別なあのし、えー 使用されてるるとううのもあると思うんですよね例えば、えー、5台以上の,そのスーツケースかて載せられるようなあの車,内車内構造にするとかいうのも一つだと思うんです私も以前提案したのはあのリブジンバスのようにあのバスの下の方にパカッと開けてそのスーツケースばっかり置くような車両も導入もいいんじゃないかとかあるいは、まあ、それは無理であれば、えー、た棚,棚のやり方を飛行機みたいなね あの棚,棚でもえい,い,い,いんじゃないかとかそうすると通路があのスペースが確保できるわけですからそういうようなを、まあ、やってもいいんじゃないかというような提案もしてなかなかそれは口頭無形なことではないのかというあの受け止め方も、ねまあ、あったりするわけですけれどもでも一向に値するアイデアと私は思っております。いやそういういことを考えた時にですね、えー 観光路線と生活路線を分離してで逆に観光路線の方を高く設定するとそうすると急行、えー、で、えー、いくつかの手領地は飛ばしても早く目的に着けると同時にスーツケースの人たちに配慮した、えー、車内構造にしているとだからちょっと高いなとでそれで観光客の人はちょっと高くてもスーツケースまでちゃんと置けるし、えー、目的地もすぐ観光地の場所に着きやすいので 観光客の方は生活路線よりもそちらの方を選んで乗られるしで市民の方もちょっと高いけれどもその観光路線の方に乗る人は乗るということがね選べるようにすることはねいいじゃないのかなというふうにあの考えているわけでございます。ああ今回のののの市長選挙でも共同党の元代表の方が生活路路線線と観光路線の 分離というのを、ね、ご提案されて、私も興味深くその政策も、ね、学ばせていただいて、まあ、ちょっと考え方は違ってたんですけれども、私の今の意見は、観光路線のほうをです、ね、値段を上げるというやり方は、イタリア等々でも、ね、あ,のある公共交通の前例もありますので、そういうあの混雑対策としては、今の提案も含めてです、ね、あの積極的に考えていただきたい、バスの停留所も、金閣寺等々でやっておられて、それを拡大するというね、 方針かと思うんですけれども、それを例えば京都駅のような一大ターミナルの駅とバスの,あの最も利用客、乗り継ぎ客が多い場所においても、観光客の方がこっちの方に行ってください、で一般市民の方こっちに行ってくださいと言うたら、同じ線本通りとか走る道でも、えーま、走るようなバスでも、観光客の方々と、えー、市民の方々が、えー、選ぶ、ね、バスがの乗り場が全く違うという言い方は、非常に分かりやすい。 のではないいかと思いますので、その点も含めて、混雑対策をしっかりやっていただけたと思いますので、その点に対するご決意をお聞きして終わりたいと思います。中山担当部長 はいあのまあ、観光のお客様に対する対応ということでございますけどまずあの、大、え、型、ー、スーツケース等に対応いたします車両につきましては、あの昨年度、急行1 0号系統にです、ねえーまあ、2両導入をいたしまして、今年度、この3月末までに、100、101、102の各系統に12両導入をする予定をしてございます。またあの来年度 105系統に3両を導入いたしまして、合計、現在、観光に便利な9号系統に利用し専用で利用しております、全17系統の部分に、小型荷物対応車両が導入される予定になってございます。 この部分またしっかりと PR をいたしましてですね、えー、まああの今現在、やはりあの運行回数が全体の,あの2両でしか運行していませんので非常に少ない中でございますけれども今後、広がることによってこういう休校系統をご利用いただくようになればというふうに思ってございますまた、停留所の分離等につきましてもですねなかなか施策等のこともございましてど,どこが対応できるかという部分もあるんですけれどもしっかりとですね状況も把握しながらどのように展開していけるかについてまあ検討してまいりたいという考えでございます 進行いたします。山岸委員どうぞ。じゃ、どうぞよろしくお願いいたします。えー、私からまず、あの冒頭の要望ということで他の委員からもですね。ございました。あの新型コロナウイルスということで、あの先ほどの質疑の中でもですね。まあ様々なことをですね。心がけながら、あの頑張っておられるということをお伺いをいたしました。あの今後ともですね。これ、本当に今。 まあ大変な状況になっているということでございますので、お,お客様向け、またあの職員向けにですね、まあ、どんなことができるのかということで、ですねお考えいただいて、えー、多くの皆さんがですね利用している市バス地下鉄をしっかり守っていく取り組みをですね、えー、よろしくお願いを申し上げたいなと思います。それでは私、えーえーとですね、質問に入らせてていただきましてあの路線 ダイヤのあり方の検討ということがあの挙げられております。まあ、今後のですね路線ダイヤのあり方の検討に向けてですね、えー、旅客流動調査。 先ほどのお話であれば8年ぶりに行われると、それからそれに合わせてお客様アンケート調査もですね実施をされて、まあ、今後どういう路線、またダイヤのあり方ということで、ですね先ほど IC カード化をもっと進めていくであるとか、ですね乗り継ぎのコストダウン、ですねお客様のコストをですね下げて、まあ、最終的には乗り継ぎがですねしてもですね えー、お金がかからないようにしていこうというようなことをですね、えー、考えながら、えー、あり方を検討していこうというようなお話がございました。まあ、私はですね、やっぱり交通事業というのは、いつもあのお話しされる中で、経営の根幹にあるのは、やっぱり安全やと。 まあそれがあなければダメ,ダメだということをいつもおっしゃっておられます、まあ、そういうようなことを考えたときにです、ね、まあ、今から申し上げますような観点で、あの路線のあり方っていうのを考えていただけたらなということで、まあ、前から思っていることなんですけれども、あのー、現状ですね、市バスの路線、えー、一番長いところは22.5キロメートルというふうに聞いてます、平均で10キロメートルというような状況ですということなんです。であと いろんなまあ路線があって、ですね、まあ、あの右に曲がったり左に曲がったり、かなりいろいろくねくねしながらですね行かれるような路線もあるということでございますが、私はやはりあの路線があんまり長すぎず、ですねそれからあまりこう右に曲がったり左に曲がったりするんじゃなくて、まっすぐに行って、ですねその事故が少ないような,あような形で運行されるようなですね、 えー、路線というものが理想ではないかなというふうに思いますので、まあ、今回の、えー、路線のダイヤの在り方を検討される際にです、ねまあ、そういった観点でもです、ね、ぜひともあのご検討をあいただけたらなと、まあ、幸い、京都市はです、ねまあ、中心市街地が5番の目にもなっておりますのでそういったあのどうですか地域特性もです、ねえー、こう考えながら うまくこう活用しながらですねそういったあの路線のあり方というのも、えー、考えていけるのではないかなというふうふに思いますのでぜひお願いをしたいと思いますがその点についてのお考えをお伺いしたいと思います。中山自動車部部担当部長 はい、あの今後のまあ路線ダイヤのまあ考え方ということでございます、まあ、今ご紹介いただきましたように、まあ、基本的にはあのこれからまあ行います旅客流動調査、またアンケート等を通じましてです、ね、しっかりあの状況を把握した中で検討していくということでございますけども、やはりあの京都市内のおバス路線につきまして、やはりあの以前、 自然がありました時代から保管をしてきたいわゆる昔から馴染んでいただいている系統も多数あるということでございますまた、自然がなくなった後にです、ね、いわゆる循環系統と申しまして自然とほぼ同じような運行している系統こういうのもあるという中でやっぱりどのようなご利用の実態があるのかということにつきましてはしっかりと調査をして進めていきたいというふうに考えてございますまた、いわゆる小系統、多便型の部分につきましてはやっぱり乗り継ぎ の負担がどううしててもも出てくるといい部分もございますのであの、まあ、運賃の面でありましたり、すまち環境の部分でありましたり、そういうものがどの程度手立てできるのかということもしっかり検討をしていく中身があるんではないかという,ふうに思ってございます。 特にあの路線につきましては、今、ご紹介もいただきましたけれども、やっぱり往復で20キロを超えるという路線もまあ,あります、あの当然のことなら、事故のリスクもある一方で,で、定時制の確保という部分でも非常に難しい部分もございますので、この辺やっぱりご利用の実態をしっかり把握をいたしまして、皆さんに便利で乗っていただけるような路線となるように、しっかりと検討してまいりたいという考えでございます。山岸 あの本当にあの、えー、経営ビジョンにもありますようにです、ね、まあ、地下鉄の経営、あ地下鉄じゃん、あ、えっ、ー、交通事業の経営がですね、えー、非常にこの10年間厳しくなるということもございます、まあ、あのいろいろ過去の経過もあるんですけれどもです、ね、その過去の経過にばかりこ,うこだわってるとです、ね、なかなか思い切ったことができないということもございますので、ぜひともあの今回の えー、旅客流動調査や、またあのお客様のアンケート調査をです、ねえー、しっかりと踏まえた上であで、のー、今後の本当に路線、それからダイヤの在り方をです、ね、まあ、私のまあ意見もです、ね、ぜひとも反映いただけたらというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 それからあと、えー、経営基盤の強化に向けた取り組みの推進ということで、リ,リースによる芝車両の調達というのもございます、これですね、あの予算2台分ということなんですけれども、えー、どれだけの予算なのかですね、お、えー、教えをいただきたいなと思います、で購入するのに比べて、コスト面はどれぐらいあの有利に働いたのか、このあたりも併せてお願いいたします。 厚生労働省企画総務部長。はい、えー、今回あの予算でえー、っとお願いしております、えー、リースに関してでございますが、えー、っと。 まず、えー、リース料といたしまして、えー、263万3000円、それから、えー、令和3年から11年までの債務負担ということで、えーえー、2400万円、それから、えー、車両の売却の収入ということで、えー、4740万円という,ふうなあの予算をお願いしているところでございます。でえーまあ、2台とということなんでございますが、えー 昨年の9月に車両リースについての調達の提案の募集をいたしましてその中で3社の方からお手を挙げていただきましたそのうちの1社の方からご提案いただきましたのが今回予算でお願いをしているところでございますが2両ということで提案があったものでございますでこれらにつきましては我々の方で購入する価格で え総額、リ、えースをあの分割したような形でえやっていくというあの非常にえ有利なあの提案をいただきましたのでえまあ今回、こことあの契約していきたいなというふうに考えているところでございます。 そういうことでございますので、18年、18年使うという現状がございまして、当初は10年間の契約をして、そのあの更新という形で18年まで延ばしていきたいなというふうに思っておるんですが、その間に生じます金利、あるいは通常ースであれば手数料といったことが生じるんですが、そういったことについても、なし、ない状態で。 購入価格だけをそのまま割り戻して、毎年支払っていくという形になりますので、その手数料、それから金利に相当する部分が今回、かなりなくなるということになりますので、われわれにとっては有利な条件というふうなことになっております山岸、はいまあ、あの有利に2台分ですけれども、契約ができるというお話でございました。 でこのリース契約そのものはです、ね、今回、交通局として初めてなのかどうか、あの確かですね、小型バスで以前、採用実績があったんではないかなと思うんですけれども、そのあたりとか、またあの、こういうリースについてはです、ね、このバス業界では、あの他か事例があるのかどうなのか、そのあたりはいかがですか大塚部長。はい、えー 過去に、えー、実績の方はあのございます。で、えっ、ー、とバス、えー、事業者事業の中ではですね、あの、えー、費用の平準化を図るというふうなあのことで、えー、まあ、比較的活用されてされている事例もあるというふうなあの内容のものでございます。で、えー、今回あの提案をいただいています事業者からは。 えー、セールアンドリースバックというあの今までに、まあ、ないようなあの事業のやり方でございまして、えー、トラック等で、まあ、この,あの事業展開をされているそれを、まあ、あのバスの方に、えー、適用していた,だくいただくというようなことであの今回あのやっているものでございます、えー、っとそれからすみません過去の事例でございますが平成17年から19年にかけまして えー、40両程度を、えー、小型車、中型車でございますけれども、あのリースの方を行ってたというあの実績がございます。いや山岸はどうですか、はい えとあの体重乗車につきましても、えー、例えば、えー、東京都、それから名古屋市、あごめんすみません、えーと、大阪シティバス、それから、えー、と近隣の,あの、えー、ところでございますと、京都バス、えー、それから京阪バスさんが、えー、契約をされているというふうにあのお聞きしております山岸あいろいろあの、えー、とご説明あったんですけれども、このリース契約にすると、ですね購入に比べてどのようなメリットがあるのか。 またその一方でこうデメリットというんですかいろいろある考え方に沿ってこう契約をするとそういうときには光の面とそれか闇の面とあるかも分からないんですけれどもその辺りはどういう感じなんかなとあの企業債の償還負担の平準化ということがですねあの目的でリースというようなお話がございましたけれどもあのその辺りについてもう少しちょっと分かりやすくですね ご説明いただけたらなと思います。大塚部長、はい、えー、あの一番のあの利点といたしましては、あの長期間にわたってあの費用負担を平準化することができるという点でございます。あのシバスのチャールにつきましては、あの給料債を発行いたしまして、えー、購入をいたします。で、えー、18年をめどにまあ収容するということなんでございますが、この費用債の償還が、えー、5年。 上限というふうなことになっておりまして、この5年間の間でこれらを返済していくというふうな、謝をしていくというふうな形になります、それがリースになりますと、使用期間、そのまま割り戻しをするということができますので、年間で言いますと、当初で言いますと、例えば今回の乳養分のケースで言いますと、大体4700、800万ぐらいということになるんですが、 えそのうち、えー、それをあの当初の5年間なりで割り戻しますと大体1000万を超える、毎年のあの費用が1000万を超えると。 それを18年に割り戻しますと今回予算の方でお願いしております単年度のリース料263万で済むということになりますので毎年毎年の計上の損益の中で非常にプラスに働くという,ふうな側面がございますそれからマイナスの面につきましては通常ですとこういうリース長期間にわたりますので先ほども少し申しましたが 手数料でありますとか、あるいは金利が上乗せされますので、総額でいうと高くなるというのがまあ一般的でございますそこでのバランスの中でどうするかというようなことが、えー、課題になってくるわけですが、まあ、の今回の事業者様につきましては、えー、その部分についてはまああの不要やというふうな形での非常に有利な提案であったということで、えー、契約を結んでいきたいというふうにあの考えているところでございます山岸委員、はい。分かりました。<laughs> でまあ、今回はまあ2台ということですけれども、これからですねもう多くの今後10年間にですね車両の更新というのをしていかなければならないということで、そういう有利なあの契約ができたということですけれども、今後、その拡大の見込みはどうなのかということとか、それから、のこのリースの業界の状況を見ていると、あのそういう、ですか乗り物ではですね大きなものでは、飛行機もね、 リースで当たり前にです、ね、されているということもございまして、まあ、メリットの多いあの契約ということであればです、ね、非常にこれからどんどんと財政上厳しくなっていくということですので、まあ、こういうリリースによってです、ね、あの契約をどんどん拡大していくという方策も考えられるのではないかなとまたです、ね、市バスだけではなくて地下鉄についてもどうなのかなと。 いうこともですね考えていけるんではないかなと思うんですけれども、そのあたりについてのお考えをお伺いをいたします大塚部長。はい、えー、まず、バスの方でございますが、あの今回はの先ほど申しましたように、非常にあの我々にとって有利なあの提案でございました、でただ、まあ、2両というあの非常に少ない台数であったという,ふうなこともあの、そういう提案をいただけたあの理由の一つなのかなというふうに思っております。で えー、他の,あの先ほどあの3社からあの、えー、お申し出があったというようなことを申しましたが残る2社様につきましては、えー、これまで我々がまああの学んできていたような通常の,あのリースの,あの提案でございまして平,安平準化についてはまあ見込みがあまりないなというようなことであの今回、えー、お断りしているというような状況になっておりますで通常で考えますとやはりあのそういう提案が一般的なのかなという,ふうに思っていたんですが、まあ、こういうあの、えー、非常に有利な提案でそれから えー、セールリースバックというあの今までなかったような手法での提案ということもございましたでまだまだあの他にもいろんな手法がもしかしたらあるのかもしれないというような期待を我々としても思っておりますですのであの今回限りで、えー、リースについての,あのご提案をいただくというのは終わりにするというわけではなくて、えー、いろいろなあの可能性をこれからも探っていきたいという,ふうに思っておりますし、えー、常時そういうあのご提案についてはあの積極的にあの取り入れをしていきたいというふうなことを思っておりますそれから あの地下鉄の車両等も含めた他のの部分へのリースの展開でございますが例えばあの地下鉄の車両につきましては、えー、先ほどの,その企業債の償還の,の期間がまあ30年というふうなこともございまして特段その平準化という点で言いますとバスのような、あのー、差し迫ったような課題はないかなという,ふうに思っております、えー、ですので特にあのこれまでどおりの調達の手法でこれからも進めていけたらなというふうに山岸 はいえー、分かりました、まあ、今、地下鉄は考える、考えている、えー、あのこのリースというのは考えていないというお話でございましたけれども、えー、先ほどございました通りですり、ね、いろいろこのリースについては可能性を感じるというようなお話がございましたので、まああのー、これからですね、いろいろと研究をいただいて、そしてできるだけですね、市バス地下鉄の財政が好転するような、 方策っていうのをです、ね、ぜひとも探っていただきたいですし、まあ、リースの契約の場合はです、ねまあ、どこまでの費用をカバーするのかというお話もありまして、えー、例えばです、ね、そのメンテ費用も含めた形でのです、ね、リースというのがあ,ありまして、まあ、そういったあのこう今の話であれば購入費だけということではなくてです、ね、もう少し幅広い形でのです、ねまあ、リースの在り方ということもあのご検討いただきながらです、ね、ぜひともご努力をいただきたいなという ということをお願いを申し上げまして質問を終わらせていただきます。これについて何かあればあのコメントいただいて終わります。山本次長。はい、あのリースまあ大塚の方からも申しましたけども、私ともとしていろんな手法をまあ民間の知恵を借りたいということで提案募集という形でまあ採用する採用したいは別にしましてですね、いろんな意見を聞きたいということでこの考えをまあ。 今回、導入をまあ予算としてお願いをしているものでございます。あのまあリース、大きく実は2つありまして、自分のものにしてしまうというリースの手法ですね、あのファイナンスリースという方法、で今回の提案は実はオペレーションリースということで、相手が持ったまま、所有権そのもの相手が持ったまま私どもは借りるというようなやり方、まあ、今まで取ってたリースの少し違う手法であります。それは 私どもの持ち物になりませんので減価償却費が基本的に発生しませんただしリースですから手数料と金利が相手,相手もその資金を調達されますので乗ってくるので総額としては大体高くなるというのが一般的な状況でございますただ実際の資金繰り現金が必要になる時のキャッシュがですね、えーまあ、先ほど申しましたね5年で、まあ、1000万以上のお金、まあ、2両にしたら 1200万ぐらいですね、まあ、言うたら払っていかないといけないと、えー、ところがまあ18年分割でまあ払えるということで、資金繰りの調達っていうことについては非常に魅力がある、ただし、全体経費を考えたときに、えー、どっちが総コストが高いかというと、総じていうとリースの方が高くなると。 いうののは事実ありますので、まあえー、今回、まあ、新しく民間の知恵でリースバック方式があるとかいわゆるオペレーションリースがあるというような提案をいただきました、えー、アンテナをやはり私ども張らせていただいて今までの固定概念だけで物事を考えるのではなくていろんな形に、えー、のことを耳を傾けて取り入れられるものは取り入れていくというような姿勢で臨んでままいいりりたいと思っております進行いたします森川委員。 はい、あの私もあのリースについて触れさせていただきたいと思っておりましたの、ね、で、ちょっとあの、えー、つなぎでいいのかなと思ってるんですが、あのまあ、あのどんな良い契約にも私もあの疑い深いと言ったらあ,のあかんのですけれどもあの、そういった面であの確認をしたいと思うんですが、あの僕らも車を買うときにあの、大昔は割とリースというのはやっておられたんですけど、さほどその個人の,あのリースというのは、あのそれほどこうあんまり普及していない、やはりあの自分の所有物にならない。 いうことがあってであの、まあ、メリット、デメリットおそらく勘案された上で今回、これされたと思うんですが、まあ、自分のものにならないということなんですがこれ、耐用年数、まあ、18年18年のリース期間というか耐用年数を18年で設定してとていうことだと思うんですがこの、すみませんあの、車両というのは18年ではなくてあのどんどんあのメンテをして さらにこう伸ばして使えるというもんではなかったんですか。18年でも廃車ということでしたいですか。いかがでしょうか。やはりあの18年後も使えるかどうかということもやっぱりあの考えていかなあかんのちゃうかなというふう。まあ使えるんだったら使うべきだと思いますし、あのその18年というのをそのリースの契約の期間ですね。これがあの適切なのかどうかということを確認したいと思うんですがいかがでしょうか。中山自動車部担当部長。 はい、あの今現在、芝生については18年、まあ、使っておりますけれども、以前はまあ14年でございましたあ,の、まあ経験豊が中で、ちょっと長くということでやっておりますけれども。 あのやはりその中背景には,です、ね、やはりあの部品の調達でありますとかやっぱり安全面、いろんなものを考慮いたしまして大体18年が適切であろうということで、まあ、18年させていただいております、まああの。これから平準化するにあたりまして、えー、18年以上使う車も実際には出てくるわけでございますけれどもこれにつきましてはあの車両の状況とかをしっかり見極めまして、えー、使えるものであるかどうかという部分をあの見極めた上でえで、ー、使っていきたいというふうに考えてございます。 ませんのでこのリースの契約期間が満了すればですねまあもちろん当然返していくというのがまあ契約だと思うんですが再リースでありますとかあるいはそれをあの、えー、買い取ることができるとかそういったものは今回の契約その余地っていうのはあるのかどうかですねあのその18年後 になってみないと分からない点もあると思うんですが、あの僕はあの使えるものであれば長く使った方がいいのかなと、あのそういうところまでこう縛りのあるような契約ではないのかどうかということは確認をしておきたいと思うんですがいます。大塚部長 はい、えーとあの、今回の,あの契約につきましては、えー、当初10年間の契約というふうにしておりまして、でその後二2年ごとの契約更新を行って、まあ、18年まで使えるというふうな形にあのするような内容となっております。ですので、まああのえー、10年経った時点、あるいはそれから18年経った時点で、えー、どうするのかというようなことを、まあ、選択できるような形になっております。森川委員 はい、あの選択できるというのも私、柔軟な契約でありと思いますんであのでガチッとした契約をこれしてしまうとあのいわゆる結局、費用なりそのバスの,その性,能です、ね、性能を考えた時にあの、まあ、平準化だけをこう主眼に契約してしまうと後で支払額が高くなったりとかより安いあの車が開発された時にあるいは環境性能の良い車が開発された時に そっちに切り替えるということも僕、大事だと思いますので、今あのお伺いしていると、あの10年ということなんですので、そこでまた判断できるということですので、非常にあの私はあの良い契約ではなかったのかなというふうに思いますので、まあ、あの引き続き、最後のご答弁でおっしゃいましたが、まあ、民間の知恵ということもありますけど、あの平準化という見方と、環境性能と、それと燃費ということもあるでしょうし、そういったものを見渡した中で、最適な車の購入ということをしていただけたらなと思います。 であとあの、まあ、あのこれは補正予算の質疑の中でも確認をさせていただいて、きしくもあのこのコロナが発生したということでもありますし、あの非常に好調なあのお客様数の増加、しかし、あのまあ、直営化に伴って経費が増大すると、あとはあの燃料費も高騰していくという中で、非常に今後、あの厳しい中での予算。 経営が見込まれるという中で厳しい予算を組まれたという中にあってのコロナということですから非常に厳しいなというふうに思うんですがあのそこであの、まあ、先ほどのリースの工夫もそうですし、まあ、あの簡単に言えば、まあ、収入、支出を今後どういうふうに増やし減らしていくかということなんですがその点で確認をあのいくつか確認させていただきたいんですがあの今日確認させていただきたいのはあのそうは言いながらも私あの、借金を着実に返済されている。 いると両事業とも、でこれは私は一つ、まあ、安心とまでは言えなくても、あの見通しのある、あのどんどん今後、むしろ借金が増えていく状況ではなくて、少しずつでも減らしていっているというところで、で確認をしておきたいんですが、あの借り入れの利息ですね、で支払いえええ利息額ですね、この推移をあの確認をさせていただきたいと思います。あのやはりあの借り入れが減っているんであれば、それに伴って利息も減っていっているでしょうし。 そういったことも私は今後の,その経営を見る一つの大きな目安だというふうふに思っているんですが、いかがでしょうか。大塚部長。借り、えーはいえーえー、入れあの、まああのえー、いわゆるその有利主夫債という具合に、まあるいは呼んでおる部分ですが、主にまあ地下鉄の方ですね。 あの多額の負債がございますということでこの,まこの間からご説明させていただいておりますのでその点についてあのご説明させていただきますと地下鉄で申しますと,えと平成20年の時が負債額で言いますとピークでございましたその時に5200億を超えるえ有利子負債がございましたがえそれがこの令和2年度の予算では3677億まであの下がってきておりますで当然その利息の方についても減ってきておりまして え同じ平成20のえ決算の時点ではえ支払遅速が108億えございましたがえ今回の予算では42億9000万というところまであの下がってきているということでございます。あの着実にえ減らすことができているというふうに考えております。森川委員。でまああのあらゆる工夫を重ねられてまあ借り換え等ですねあのさまざまな面でまあ平準化と言いますとまあこれ借金の繰り延と。 あの将来的にかかる支出の繰り延べということになりますのでそれは当然あの1年の予算を立てる上でそれはあの必要だと思うんですがやはりあのこの出口といいますかあのここをしっかりの減らしていくということが僕は必要だと思,う必要だと思いますしその工夫の中で少しあの確認をしたいんですがあのこれだけあのまああの金利が一般的には低いと言われる中にあって あのまあ、両事業ともなんですが、まあ、平均借り入れ利率ということをあの明記されているんですが、あのえー、2%であったりするのかな、あのまあ、平均借り入れ利率ということがありますが、この内訳もあのこういう資料に記載されるようになっているんですが、中でもあのやはりあの高い金利というのがやっぱり目につくんですが、当然、これは皆さんのところで、まあ、あの借り換え、高い金利のものにはあの借り換えするとで。仮にそれが 当初の,そのまあ契約というか相手方があることですから固定のような物事の考え方の中,で中にあってもそれを何とか借り換えをさせてくれないかであるかとか相手方にあるいは国なのかという部分があるんですがそういった努力というかそういうことを重ねられているという理解でいいんでしょうか少しでも私は高い金利のものをあの借り換えをまあこういう状況低金利な状況がある中で あの六パーセントとか数パーセントというものも中にはこれ見られてですね。なぜこれがあのやはり、えー、借り換えができないのかなというふうに思うんですがあの皆さんのこの金利のあるいはあの借り入れのですね借り換えの取り組み状況ですねお伺いしたいと思うんですがいかがでしょうか。大塚部長。はいえっ、ー、とこの企業債のあの、えー、借り換えに当たりましては、えー、その借り入れ先から。 えーまあ、従来の金利で、まあ、あのお借りをしているわけですが、えー、その金利で、えー、最終的にその、まあ、得られるその相手方の,その利益ですね、それに相当する部分についても、えー、もしその借り換えをしたときにも償還、えー、をしないといけないというふうになっているんです。ででですすので、えー、こののこ部分が、えー、っとありますので えー、借り換えするにあたって金利、えー、に安いところに行ったからといってその分がなくなるわけではないということが大前提としてございますでそういったことがございます中で、えー、かつては、えー、国の方から、えーまあ、この非常にこの金利がそれぞれの,あの地方自治体の大きな負担になっているというふうなことがございましたので、えー、5%以上のものについては、えー、平成19年から24年度でございますが、えー、企業債の借り換えの制度というのを、まあ、あの作っていただきまして でえー、繰り上げ償還を、まあ、いたしまして、借り換えをいたしております、でその時に、えー、今申しました、えー、金利相当分、えー、この補、ま、償、あ、額という側に申しますけれども、これを、まあえー、本市に肩代わりをして、 えー、国の方でま負担をしていただいていると、まあ、そういう制度がございまして、でこちらの方を活用した時には、えー、交通局の分で言いますと、まあ、90億以上のまあ、この時にはま効果があったということで非常にありがたい制度でございました。でただ申しましたようにあのそういうような制度になってございますので、まあ、そういう新たなあの措置を国内がしていただく。 いいいいかななななととととそのの借りりえといううは効果がこいいううになりますですので、まあ、この間、あの国のにあに要望しております内容の一つに、この高金利の建設企業債の借り換え制度を、まあ、再度あの行っていただきたいというようなことを、まあ、この間ずっと、えー、要望しているところですが、まあ、なかなかあの国の方も予算が厳しいということもあるようでして、えー、そういう措置がされていないというのが現状でございます。森川委員 当然、その国への要望の中には、あの本市の特性なんかをあの含まれたであで、あの強く要望されているということで、あの特にこれは今後もお願いをしたいというふうにも思います。で相手方がま国ということなんですが、相手方、国だけではなくないようでして、まあ、あの地方公共団体と冠のついているところもございますし、あと私、確認させていただきたいのが、これ、地下鉄ですね。 共済組合、まあ、あの金額はそれほどあのウェイトを占めるわけではないんですがこの共済組合ということもあるんですがあのここなんかもあの金利が6.4%というものが、まあ、これは少額にはなるんですがあの非常に目につきますあのこのように国以外の相手方というところもあるんですがあの国に対する要望と同じようにです、ね、あのこうした相手方に対してあのまあ当然 それによって不利益を被るのは相手方ですから当然、そんな簡単にはということはあの理解をするんですがあのしかし、その、まあ、本心の置かれている状況を考えたりまたあの相,方相手方もこれあの何も民間ではなくてあの公的な色彩に強いあのこれ共済組合という確認をさせていただきたいんですが地方公共団体金融機構ということもありますがあの国以外のところにもその借り換えの要望ということはあの取り組んでおられるのか今後はあのそのおつもりはないのかいかがでしょうか。 大塚部長、はいえっ、ー、と今あの、えー、おっしゃられましたえっ、ー、と協賛組合でございますが、えー、確かにあの5%以上のあの給与さ残っているあのところでございます。で、えー、こちらの協賛組合はあの公務員が加入しております健康保険年金保険を取り扱う団体でございますが、えー、扱いといたしましては。 え民間と同じ扱いということになりますので、公的資金等の対象になるようなあの団体ではないということでございます、ですので、民間との間のやり取りということになりますので、あ,あの我々要望活動をしておりますのは、公的資金に部分についての,あの要望活動を行っているところでございますので、この共済組合さんに対しては、そういうまあ要望というようなことはあの行っておりません。森川委員 まあ私もあの言葉を気をつけて申し上げたつもりなんですが、共済組合や民間として取り扱うということは、少しちょっとこう違和感を感じるんですね、相手方がまあはっきりしていて、今おっしゃった、あの我々の入っております職員のということでおっしゃったんですが、まあ、そことの話し合いなんか、まさにそのじゃあ、あのこのいわゆる京都市内なのか、あるいはこれ、全国が加盟しているような共済組合なのか、少しちょっとそこもわからないままに質問するのも恐縮なんですが、 やはりあの非常に厳しいあの経営状況でありますからやはり相手方との何の話もしないということではなくてやっぱりあの一般情勢かけ離れた要望するということは私はあの非常にあってはならんと思いますがこの6.4%、まあ、これは非常にあの高金利ですねまあ相手方がどのように運用するというのは非常にこれ困難が伴うのか分かりませんが。 あの非常にあのこれだけ京都市の本市が置かれている状況経営状況を考えたときにやっぱりこれ目につきますんであので交渉していくということは私はされたらいいんじゃないかなと思うんですがいいかかがでしょうは全体的に言いましてあの えー、高金利のものが残っている、まあ、一部でございますけれども、あのその状態であることは間違いないというふうにわれわれとしても思っております、まああのえー、相手のあることでございます、あの扱いといたしましては、先ほど申しましたように、あの民間と同じということにはなりますので、えー、どういうふうなことができるのかというようなことについては、ちょっと慎重に考えていかなければないないかなというふうに思っております。森川委員、はいまあ、あの少しででも質を抑えていいいたただきたいとということで あのお願いいいをしたいと思いますでちょっと時間がわずかになりましたんで、えーっとまあ、経費の状況ですね、やはりあの私、少し冒頭で申し上げましたがあの、地下鉄であれば動力費、電気代、えー、バスであれば燃料代ということなんですが、これはやはりあの非常にあの高騰して、やはりあの経費が増大しているという認識でよろしいんでしょうか、これは、であとあの、まあ、電力であれば、いろんな契約手法があります、あの一電力会社が使っているわけでもないですから。 あの安価なあの電力会社というのもありますからあのそのあたりの状況の契約の相手方の変更も含めて考えておられるのかということでありますとかあの、まあ、経由につきましてもあのこれはまあ入札ということだと思うんですがあのそれを安価に抑える、まあ、私あ、ご提案申し上げて少しそれはあの法,法的にできないということをやったんですがあの一括購入というかボリュームで購入して あの少しでも安価にできないかとか、あのいろんなことがあるいはあの、ごみ収集車にかかる経由、消防局にかかる経由なんかを一括で購入できないかという,ようなことをご提案申し上げたことがあるんですが、こ,のあのこれらにかかるこの燃料代ですね、電気代ですね、のあのを経費を抑えるということについての取り組みの状況ですね確認をしたいと思うんですが、いかがでしょうか。 はいえっ、ー、とまず電力につきましてはあの入札を行っております、えー、ですのでえー、まあその中で、えー、競争性が働けば、えー、あ申し訳ございませんえー、っとですねあの電力につきましては、えー、関西電力と え長期特約を負担させた状態での,あの契約を締結しているというような状況でございます、えー、それからえっと経由の方につきましては、こちらもあの複数の区分に分けてえ入札を行っているところでございます。で、えー まあ、まとめてやればという,ふうなお話もございますが、あのやはりその危険の,その,あの分散化といいますかです、ね、あの1社どこかにというふうなことになりますと、えー、何かがあったときに対応できないというふうなこともございますので、まあ、そういった観点から、えー、複数にあの時期も含めて複数に分けてやるというのを今、手法として取らさせていただいております、まあ、その辺あはのバランスの問題もあるかなという,ふうに思いますので、これまでもそうですけれども、継続している課題かなという,ふうに思っております。で併せままししててにつきましてはあの えと海外情勢でありますょか。あのそういう状況についても非常に変動要素が強いところでございます。えー、それで言いますと、えっ、ー、と令和、えー、元年度で言いますと、えー、平成30年度よりかは。 えー、やや抑えられたあの形であの年間通じての契約ができたのかなというふうに思っておりますが、まああのえー、先ほどもおっしゃいましたけれども、えー、先がなかなかその見,見えにくい、えー、ということは確かでございますので、えー、しっかり情勢を、ま、あの見ながら、えー、契約の手法についても、あの常に検討していかなければならないというふうに考えているところでございます、はい、もなく正午を回りますが、大津委員の質疑が終わってから休憩に入りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 進行いたします。大津院どうぞ。はい、あの交通局はですね、あのまあ昨年以来ですね。 え、民間の、ま、撤退も含めてですね、直営化が増えてということで、え、この、この間、あの、非常に運転手不足が全国的に言われる中で、ま、採用に力を入れて、え、来られていると。で、この課題は今後も続くというところで、え、この、バスの運転手、そして、ま、整備士も含めてなんですが、え、この採用であったり定着に関してのちょっと質疑をさせていただきたいと思います。え、一旦この間の、ま、採用は一定成果が出て、あの、落ち着いて来られているというふうにお聞きしておりますが、 この間のちょっと採用状況を改めてコンパクトに教えていただきたいと思います。大塚部長 はいえー、とまずバス運転士の採用についてでございますが、えー、年度の,あの初めの頃に、えー、申し上げておったんですけれども、えーと、令和元年度中におきましては、この令和2年度に向けて、ですね、えー、約140名の,あの職員を採用する必要があったとあのいうことをあの申し上げておりました、であのこれはあの今もご紹介もありましたように、えー、民間事業者、あの管理住受託しております民間事業者の撤退に伴うもので、直営化というふうなことが、 ございましたので、えー、過去に例のないあの大量採用しなければいけないという,うな状況でございましたで年間で4回あの実施をいたしまして、えー、合計で130名、えー、を確保ができたところでございますあの若干目標に達成しておりませんでしたけれども、えー、来年度に向けての体制が整った,整ったものというふうに認識しているところでございますそれから えと自,転車えー、自動車検査技師についてでございます、こちら、あのえー、主に、まあ、あの欠員補充と、それから、まあ、これもあの管理の住宅の関係で、えーっと、直営化というふうなこともあのございました、中での,あのことでございましたが、えー、約15名をあの募集いたしまして、えー、13名を採用いたしまして、こちらの方もあも必要人数を確保できたというふうにあの思っております。大津委員 はい。あの、まあ、一旦、ええー、この、減便をする必要もなく、ええー、計画通りに行けたということで、非常に、あの、喜ばしいことだなと思いますが、あの、一方で、これも、あの、少し古い記事ですが、ええー、昨年には京都新聞で、ええー、まあ、せっかく採用した方が、まあ、短期間で辞めてしまう事例が、ええー、結構多くなってますと。 でえー、少し前に撮った方18年度ぐらいにとった方は、まあ、5人に1人、えー、ごめんなさい、えー、と1割ぐらいの方が、えー、1年未満で退職をされているというような記事も出てです、ね、えーまあ、この辺はなんか運転手としての自信をなくしたというような声であったりとか、あの京都市内の交通はちょっとなかなかあ狭い道路で交通量も多いので難しいですとか、あと観光客の対応であったり、この辺が難しいという、まあ、こんな声が出ているんですが、これは実際、 実際の、まあ、あ退職に至っている理由というのは、まあ、この記事と、まあ、相違がないのか、そしてその後、多分、えー、改善をされていると思うんですが、えー、定着がどうなっているのか、また、えー、そこの具体的な困られている、や、まあ、めた理由になっていることに対する対策というのはどういうことが行われているのか、教えていただきたいと思います。大塚部長 はい、あの退職の自由、あの個々人、あの細かい話を申しますと、えー。それぞれ事情がある中での、あの退職で、でございます。で、あの大きい傾向で言いますと。 われわれ非常に気を使っておりますのが特に大型日種の免許を持っていなくて採用した職員、ですね要は現場に出たことがないような職員というの定着率というのはもともと採用の時から記入しているところでございましたその大型日種免許を持っていない職員につきましては29年度から試験を実施しておりますけれども29年、30年度令和元年度という中で 百二十四名を採用しておりました。その中で、えー、退職しておりますものが八名あのございます。二十九年度に一名、それから三十年度に五名、それからえー、レ令ガン年度に入ってから二名という,ふうなあの形になっておりました。二十九年度、三十年度の採用試験におきましては。 あの実はあの採用時に、えー、実,務の研修あ実務の試験というのはあの行っておりませんでした、まあ、これはあの、えー、通常の,あの免許ありの方ですと、えー、実際にバスの運転をさせてでそれも試験に取り入れているんですけれども、えー、免許を持っていないということもありましたのであのそういう試験が実施できなかったということ多くでございますで、ね、ただあのこの採用、えー、と退職者の方の,あのお話を聞いていますと、えーまあ、やはり慣れていないというようなことそもそもまあ車の運転に 慣れてないというような事例もあったのかなというふうなこともございましたので、えー、普通乗用車を運転させるというような試験を。 えー、令和元年度の試験についいてはあの実施をいたしましたで、まあ、あのまだ採用してから、えー、それほど日が経っておりませんけれども、まあ、もうこの間で、まあ、この枠の中から2名が今、退職しているというような実情です、まあ、これ、ちょっとどう評価していいのかというのはあの、まだ迷っているところではありますけれども、えー、一定、まあその試験の効果ということも、まあ、あったのではないかなというふうに、我々としては今のところ思っているというところでございます。大津 はいあのまあ、さまざまな試験の内容であったりとかあの工夫をされて、まあ、その中でもやはり、まあ、未経験の方、少しやめられてしまっているとであのかといって、まあ、今の状況で経験者だけを採用していくというのはちょっと現実的ではないと思いますので、まあ、この未経験の方にどう定着していただくかというのが、えーまあ、引き続きの課題なんだなということを思いますであの、まあ、先ほど140名採用目標のところ、まあ、130名でなんとか減便せずにということなんですが、これ、この後 必要数の中から退職者の方が出てしまうと当然、また運行に支障が出る可能性というのはゼロではないと思うんですが現状、どれぐらいの余裕があるものなんでしょうか。大塚部長 どの時点で、まあ、あの見るかなんですがあの、えー、この、えー、採用の目標につきましては、えー、3月20日のダイヤ改正ですね、えー、この時点から、えー、直営化ということになりますのでそこにあの目標を置いて採用の方を行っておりましたでその後あの移動とか内部投与とかがございますので、えー、5月1日の時点というのがあの1つの目安になるというふうに思っておりますでその時点であの現時点の見込みで言いますと、えー 20名程度の欠員になる可能性があるかなというふうにあの今現在のところ思っているところでございます。大津委員えとごめんなさい、20名程度の欠員というのは、えー、20名足りないということですよね、えー、とごめんなさい、私は足りてるけども退職が出ると足りなくなるという認識だったんですけど、そうではなく現時点で足りないという理解でいいですか。大塚部長 はい、あの現時点では、えー、運行に支障のない体制が取れているというふうにあの考えておりますで、えー、定数というかその職員数いっぱいいっぱいまでいるというふうなあの状況からスタートして人数が減っていくというようなことがあの流れとしてございますで、えー、と年度の当初には、えー、運行には支障がないぐらいには足りているというふうに思ってるんですけれどもあの若干やっぱり欠員があるというのが実情でございますでそれは5月1日の時点ででは20名ぐらいで での、あの年度のスタートということになるかなというふうに見込んでいるということでございます。お、つ員ごめんなさい。ちょっと、私の理解が足りませんでした。あの、私が聞きたかったのは、欠員は出ていますと。えっと、その通常運行に支障が出てしまうまでに、どれぐらいの余裕があるかという意味で聞いております。平賀自動車部部長、え、自動車部長。 運転士、まあ、必要人員数としては、まあ、900名を超える運転士が必要やということで、われわれ現状、見込んでおるという中で、今、大塚が答弁いたしましたように、まあ、年度が明けまして、5月時点では約20名ぐらい、あのーえー、これ、割合にいたしますと、たぶん2%ぐらいになろうかというふうに思います。であのー、こののぐらいの決意ですと、あのーまあ、当然、あのーまあ いわゆるその他の運転手の夜間の弔のの金対応というのがまあ出てくるんですけれどもえまあ常、えー 臨時便の運行も含めましてそういった対応をしておりますのでそういう意味で運行に支障がないという状況でございますであの正直申し上げましてあのこの欠員が何パーセントになると厳しいというのはあの明確な数値を持ち合わせておりませんけれどもあのた例えば、えーまあ、この欠員が10%を超えますと、えー、やっぱりその長期間にわたってそういったその上近対応に頼るというのも、まあ、厳しい、えー 直感になると厳しいというような状況になるかなというふうに思っております。で、あのまた次年度以降もですね、また計画的な採用に努めていくということで予定をしておりますので、できるだけ早期に必要な人員を確保するように進めていきたいと考えております。 今の答弁でやはり、まあ、労働環境のことを考えると少し人は足りないけども、えー、直ちに何か、えー、バスの運行に支障が出るという状況ではないということは、えー、分かりまして安心をしましたでこの,あのバスの運転士、まあ、整備士も含めてですが、えー、今後も採用されていく中ですで、まあ、にだいぶ年齢を上げて採用しているということは認識はしているんですがあの一方であの産業観光局の方で,です、ね、就職氷河期世代の、えー、採用 支援していいここうというとのを、まあ、これ国全体の方針でやっていて3年間集中的にやっていくという中で方針としてはやはり担い手がなかなか見つかりにくいところとうまくマッチングができないかという意味でいうと、まあ、この交通局の運転士だったり整備士というところも対象になってくるのかな。そそしてて伝え方によってはその 就職氷河期世代の方にとっても魅力的な求人ではないかなとちょっと思いがありまして、えー、この辺り、うまくあの連携してですねマッチングしていくべきではないかなというふうふに思ってますがその辺りの取り組みをちょっとと教えていいいいたただきたいと思います大塚部長はいえー、っとあの先ほどあの申しましたように、えー、来年度に向けましては、えー、当初の目的、若干足りませんでしたけれども概ね、まあ、計画通りにされてきたかなというふうふに思っております。で えー、令和3年度に向けましても、あのー、さらにあの計画的に何度かに分けてまたこれ採用しないといけないというような状況でございます、でその中で、あのーまあ、今年度については比較的あのたくさんの方に応募いただけたかなという,ふうに思っているんですが、来年度同じ状況が続くのかどうなのかというようなことについては、あのー、常にはやはりあの、えー、アンテナを張って、えー、考えていかないといけない部分であるかなという,ふうに思っております。で来年度も え大体80人ぐらいを採用しないといけないというふうな状況でございまして、その中でまあいろんな取り組みをしていかないといけないというふうふに思っておりますで、あるどこかの層に焦点を当てたというふうな形をするのが良いのか、であるいは,やはりできるだけ幅広くやったほうがいいのか、まあ、これはあのそれぞれの,あの会を重ねる中で、募集状況とかをあ応募状況とかを見ながらあのしっかりと把握をして、検討していかないといけないのではないかなというふうふに考えているところでございます。大津委員はいあの どこかの層に極端に絞ってという必要は私はないんではないかなと思ってましてあの応募していただける方がいらっしゃるのであれば幅広く当然、検討採用の検討していくべきだと思うんですが、まあ、一方でこの別の側面でやっぱり市として就職氷河期の支援をしていこうということで、まあ、予算をつけているところがあるわけですからこことは何かしらの連携をしていただきたいなという思いがあります。であの私あの昔人材紹介業でで働いてたこともありますので、えー 求人とか給食に関してはある程度こう知識があるんですが。 やはり求人の見せ方とか出し方とか伝え方とかによって大幅にまああの応募が変わるというふうに思っておりましてえこの辺りまあ京都市の就職支援センターもそうですしえ府がやっているえ就職施設もそうですしハローワークもそうですがえそことうまく連携をしてですねやはり、就職氷河期世代の方がこれからたくさんえ見に来られるというふうに世の中動いていくと思いますのでそこにどういったアプローチができるかで非常に大事だなというふうに思ってまして。 でその辺りをですね、確率的に求人を出すんではなくて、こう,うまく、えー、彼らに響くような見せ方をして、えー、ぜひ興味のある方にどんどん応募していただくと、まあ、双方の,あの課題が解決できるところだと思いますので、えー、そこはぜひ検討していただきたいなと思いますが、えー、もう1点、まあ、あの時間も最後なくなりますので、もう1点同時になんですが、えーその、もし成功事例がある程度できたら、ですね全国的に足りないのもありますんで、あの民間の京都のバス会社の際、 もですね、同じようにできるようにです、ね、こう誘導していくということも少し検討していただきたいなというふうに思いますがいかがでしょうか大塚部長はいえー、とあの、えー、非常にその人を確保しないといけないというこの昨年度それから今年度 そして来年度といいうこの状況でございますあ,のあらゆる手法をとって、で安全を張り巡らして、しっかりと確保するような工夫をしていきたいという,ふうに思っております、で併せましてあの、民間事業者さんもあの年、えー、常時採用みたいなことを行っておられる、あの非常に人材確保にあの、えー、苦慮されているというふうなことでございますので、えー、そういったところとも情報連携をしながら、えー、どんなことができるのかというようなことを、えー、あのしっかりと取り組んでいきたいという,ふうに思っております。 はい、あの引き続きあの採用をお力を入れていただいてその、まあ、私の勝手な思いかもしれませんがバスの運転手になりたいという方潜在的にはいるんじゃないかなというふうふに思ってまして特に、まあ、就職、奨学金で苦労されている方なんかの中にはあのうまく伝えれば 応募していただけるとなんとなく私はそういう思いがありましてですね、あのぜひ積極的に求人あの提供していただきたいなというふうに思います。で最後ちょっと要望にも近いんですが、あのバスの1日乗車券を 外国の方が使うときに使い方がちょっと分かりづらくて降りるときに少しこう時間がかかったりとコミュニケーションが複雑になったりということをまあよく見かけるという話を聞いておりましてで、まあ、あの広告が出てたりとかいろんな事情はあるんですがやはりそのバスの一日乗車券自体にもう少しこうするんだという英語であったり外国語の文章がもう少し分かりやすく書いててもいいんではないかなと思うんですがこのあたりちょっと改善を求めたいと思っていますがいかがでしょうか。 王子営業推進室担当部長すみませんえあのバス1日券でございますけれどあの表面ひっくり返していただきまして裏面の方にですに、ね、いくつか注意書きが書いてあるんですで今あの注意書きの中で日本語と英語と中国語で入れておりますであの例えば、えーけ面えー、と1回目のご利用の時にカードを読み取り機に入れていただいて2回目以降はカードの裏面を 有効日を乗務員に提示してくださいとか、近、え、日、ー、運賃区間外にまたがって乗車の場合は、協、えー、会定所からの運賃が必要ですというようなことをですね、えー、につきましてはそういう対応をしております。で、あの何分ですね、リメンの方もあもスペースが開いておりますので、えー、詳細なことまであの触れられない部分はございますが、基本的なところは今あの書いているところでございます。まあ、これからもいろいろ研究をしていきたいと思います。大津委員 はいまあ、あのいろいろな制約がある中だと思うんですが、多分その裏面だからなかなか見られていないとか、まあ、そういう事情もいろいろあるかなと思ってまして、ほ、えー、他の制約があることは理解しておりますので、えー、引き続きちょっと改善を考えていただいて、やはりちょっと、結構複雑だと思うんです、初めて乗る人からすると、1回目と2回目で違ったりとか、統一運賃じゃない期間があるって、なかなか理解できないと思いますので、その辺りあたり、外国の方含めで